帯の光が姿なきし破滅を退けるは何時なり時空の声よ門を開け申し上げます。東方より帝国軍の援軍が襲来、次々と友軍部隊を撃破し防衛陣を突き崩そうとしています。ダメ、わからない。一体どういうこと、何が起きているというの。アシエンにそれを聞くか。答えは一つだろう。私が気づかんとする理想の世界とは、すなわち本来のあるべき世界だ。それは同時に我々人類が本来のあるべき姿に戻る道でもある。我々はそれぞれの種族に長所と短所を合わせ持つ。つまり皆不完全だ。なぜか。勝っても負けてもいけない。進む道そのものをたがえているのだ。彼との誓いを果たすためならば僕は悪鬼にもなろう。我が半身よ、敵を撃て。然としてこの世界には奴らがはびこっている。世を混沌に陥れんとする存在は排除せねばならんぞ。なんで離してよ。アルフィノが、アルフィノが。今こそ手を、その手で扉を開く。お前はこの地のクイーン、私は虚ろなる世界のクイーン。この星の欺瞞を共に砕こうじゃないか。こんばんは。第48回ファイナルファンタジー4プロデューサーレターライブをお送りしたいと思います。皆さんお願いします。冒頭何かちょっと夢を見ていた、感覚でございますが、年末皆様いかがお過ごしでしょうか。ファイナルファンタジー4プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。そして進行を務めますコミュニティチームモルモルこと村口です。よろしくお願いします。いやしかしね、あ、ワイプワイプみたいなこうさあちゃんとなんだな、2回目の PV 来たーにお付き合いいただいた。そうですね、皆さん優しかった。何も見てない、ないいいねってなって超える力、素晴らしい。時間が巻き戻ったね。いろいろ皆さんできます。もういい、触れるなやめよう、はい、ということで、はい、ドア玉パッチ 4.5 のトレーラーからご覧いただきましたが、はい、なかなかどうなっていくんだろうかみたいなことですけれども、まあそうですね。まああの人も喋りはねえ、ねばならんねえ、まあ、何薄なんだみたいなね。なんでしょうね、わからないですね。気になること多いですが、はい、いよいよトレーラーも来て、うん、今日は、パッチ 4.5 コンテンツ特集パート2ということで、はい、実機交えいろんなものを吉田さんにご紹介していただくんですが、うん、はいはい、まあ、トレーラーまで来たので、そうですね、規定路線の下りに行きたいと思いますけれども、そうですね、全世界待望のパッチリリース日をね、うん、はい、お知らせしたいなと思っております。ご紹介いただけますか。はい、じゃあパワーポイントの方
お願いしてよろしいでしょうか。はい、じゃあ画面お願いします。続いておお、タッチアウトが出ての、はい、いやーこれは驚き。スクエニのね、1月上旬とは上旬だったみたいな、はい、いや多くの方がね15日を予想してたんじゃないかと思っているんですが、はい、2019年1月8日火曜日にパート1を実装いたします。はい、ねえ、うん、いや、うん、うん、僕が悪いんだよ俺が悪いんだ、もうやめましょう、俺が悪いんだよ、それはやめましょう、僕が悪いんだ、みんなにね最新の情報をと思ったのに、うん、ね、記事を書いていたらうっかりね、ということで、年末進行なんて嫌いなんだよ1月8日に、パッチ 4.5 を予定しておりますが、今回も、メンテナンスは24時間メンテを今のところ予定しております、はい、しております。ですので、パッチノート朗読会は前日の1月7日月曜日の、うん、夕方夜から、行いたいと思っておりますので、我々出社日、はい、あの新年初出社日が7日でございます、その日の夜に、はい、パチの朗読会を行う、はい、でまあそれもあってですね、はい、ちょっとあの申し訳ないんですが、あの 5.0 に向かってですね、全が開発チーム運営チームちゃんとあの年末年始お休みをということですね、はい、パッチの音の事前公開が今回ございませんそうなんです、すいません、当日じゃないか前日か、はい、の朗読会前に公開ぐらいになりますので、はい、その点だけすいません。一気にフルバージョンが公開になります。あの、はい、そうなんです、7日が月曜日のせいで、うん、その前の金曜となると4日だもんで、さすがにお休みですねっていうことでございました。まあそうですね、まあその分だけまあ当然ですけど、もし仮にパッチ 4.5 の作業を7日にやってたらもう終わってるわけでそうですね、なんで僕らもあのこの年末までに全ての準備を終えて出社したらメンテナンスしてポチッとなという感じにしておりますんで、あの 5-0 をいいものにするためにもですね、お休みをいただきたいなと。で15にすればよかったじゃんってなるじゃないですか、はい、違うんですよこれがまたちょっと後で説明しますけど、まあというわけでパート1、はい、パッチ 4.5 パート1は、2019年1月8日火曜日、うん、公開予定となっております、はい、そしてですね、今回パート2、うん、メインシナリオが、前編と後編パート1パート2に分かれておりますので、そのメインシナリオパート2の公開時期はこちらでございます。2019年3月下旬公開予定ということでですねあれこれは日本ファンフェスが終わり次第かなぐらいな感じですねはい、そう長って思うじゃないですか、そう、まあ、秘密があるんですよ、いろいろ今日この後いろいろご説明していきます、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。というわけで、はい、知ってたをなんとか乗り切ったので、ここでですね、うん、あのトレーラー全言語公開できたかな、はい、大丈夫、じゃあですね URL を改めて振り返りましょう。どうぞ、はい、こちら全言語上がっております、はい、ただいま公式 YouTube チャンネルに全言語のトレーラーがアップしましたので、はい、ここで皆さんもう一回見たいよねという方はですね、うん、見る時間にしましょう。そうですね、はいはい、英語版とかね、多言語、さっき流したの日本語版だったので多言語見たいと思うので、うん、じゃあ他の、海外のプレイヤーの皆さんがねそれぞれの言語のを見てる間、日本語もう一回我々も流して、はい、ちょいちょいなちゃちゃ入れしていく感じにしましょうか。そうですね、はいはい、ということで、ではトレーラーをもう一度見ようじゃありませんか、はい、ということで、はいはい、これはあれなのかな、我々も音は聞こえるのかな、聞こえる聞こえない、我々はエアで行けと、なるほど、我々の声は乗ります。そうですね、はい、はい、じゃあお願いします、どうぞ。はいこちらを説明します。あまりよろしくない雰囲気ですね、うん、これやばそうですね、うん、見るからにやばそうです。膝ついて立ち上がるところからですかね、吹っ飛んできて嬉しい殴りかかる人いるし、なんだろうな、多分ね、あの、はい、Q14 の方、カルテーノを切ったあんな感じだったんですよ。あ、申し上げます、
造園どんどん来ますからね。すげえ作るの大変だったのこれ。だってうん。そしてアーマ同士やってまいりました。一体どういうこと。そしてこの後ですね、みんなちょっとなんだこれ、ガシャガシャガシャンって聞くか。あの俺ヘッドホンするとか声がでかくなる。多分俺の声がみんな死ぬと思うから、なんとなくここで聞いてる。すなわち、そしてなんと階段、直接階段ですよね、はい、そしてどこなのか、我々人類が混ざってますよね。アムザのなんか衣装変わっといてるし、こいつ何なのっていう。こんなんされたらもうダメなんだこれっていうね。綺麗なおみ足があり、なぜか喋る喋る。そしてお前はこの戦いに勝っても負けてもいけない、引き分けろってことみたいな。そういうことかな。そうね、彼との誓いを果たすためなら僕はアッキリもだろう。すごいですよ、セリフ回し。これね、実は、ワンオブ声に担当されて、びっくりしましたよ。セリフさん、本当にすごい。こんなヒーロー感を殺されると戦うんだって気持ちになります。青龍はね、動いてる映画ね、素晴らしい。自然としてこの世界には奴らがはびこっている。そしてこのね、曲のつなぎね、素晴らしかった。本当に陥れるとする存在は、うん、そういう曲なのかなって思いました。そしてね、喋る、ついに喋った。なんで話してよ、アルミロが降ってくる裏になんかいるしな。あれなんかね、多分見れるなって見たことある。そして全ての国を背負わされて一人、確かそうそう、そんな感じで作ったんですよ今回。この地区に私は虚ろなる世界の国、この星の欺瞞というのは何なのか、共に砕こう、どうなるのでしょう。はい。さあ、どうでしょうね。はい、気になりますね。気になることしかない。はい。はい、これを、パート1、パート2でお届けします。当然中には、はい、パート2側の映像も入ってるので、最終的に全部の意味はパート2まで。見ていただかないと分かんないようにはなってますけど、やっぱりこの後まだファンフェスがね、はい、あるでしょ。ヨーロッパのファンフェスが2月にあって、はい、まあ、3月日本でしょ。そこもある意味、現行プレイヤーの皆さんには、まあ、ストーリーのように、ね、感じてもらえるようにいろいろ仕組んでますので、まあ、だからティザートレーラーもまたヨーロッパでも公開があり、あ、そうですよね、で日本でまあ多分間に合えばフルトレーラーなのかなみたいな、それもありのパート2みたいな、まあとにかくそこもね楽しんでもらいたいなと思って、なのでまあ 4.5 っていうのはパッチだけじゃなくてファンフェスも含めて全部だと思ってもらえればいいかなと思います。はい、なるほどなるほど。はい、さあでは行きましょうか。そうですね、まずは、はいはいはい、前回お伝えしましたがこのパッチ 4.5 の内容のおさらいを、項目のおさらいをですね、うん、させていただきたいなということで、はい、パワーポイントの方をお願いいたします。はい、まずは新たなメインクエスト、はい、そうですね、まあ、当然ですね、 そうですね。そして、新たなサブストーリークエストということで、はい、死生獣鬼譚の完結編、はい、ヒルディブランド外伝グレン編でですね、ここでちょっとパッチがですね、はい、恐ろしく今回複雑になっておりまして、はい、ちょっとミスったなと思ってるんですけど、4.5X シリーズは、はい、現在すで、に 4.58 までスケジュールが決まっております、はい、うん、で、どうしてもねパート1があって、はい、パート2が 4.55 に感じるじゃないですか、うん、これね 4.56 なんだよ。じゃあなんでパート1、パート2、パート3にしなかったんだって感じなんですけど、確かにそうね、後でね失敗したなとは思ったんですよ、うん、まずパート1が1月8日、はい、で約1ヶ月ぐらいで、うん、
4.55 が出ます、先に、はい、出ます出ます、はい、で 4.56 がパート2扱いで、うん、4.57、4.58 みたいな感じで、なのでそれを念頭に入れてちょっとパワーポイントをご覧ください、うん、そうです、はい、で 4.55 に何が入るかこれから説明します、はい、はいはい、そしてどうぞ、ですこれがきますね、はい、蛮族クエストラストストーリーグレン編、蛮族クエスト、グレン編も全て終わりましたので、はい、全て包括したお話を、うん、今までもあの節目ごとにありましたね、ありましたね、はいはい、グレン編ですね、はいはい、あります、これちょっと、ね、キャラがさ、はい、強烈なのばっかりだったでしょ、ね、あの強烈が集まるんでまあどうなるのかなってそうですよね、はいはいはい、ちょっとこれは注目ですね、はい、これ 4.56 で 4.56 です、ね、なのでパート2ですね、はい、はいはい、はい、次行きましょう、次です、続いてはこちら、はい、青魔道士、青魔道士、はい、新たなジョブですね、まあ、はい、それに伴って新たなジョブクエストと、うん、レベル50までのジョブクエストと、そして、青魔道士のエンドコンテンツとも言うべきマスクカーニバルで、はい、お届けします、うん、でですね、これがまたパッチナンバーじゃないんですけど、公開がですね、はい、1週間後、つまり15日を予定してます、はい、でまあ、これはもう明確に意図があってですね、我々全作業終わってます、はい、終わってるんですけど、いやほらメインシナリオ、うん、アリーノで、これからちょっとまた後で触れますけど、リターンとイバリス、そうです ね来ますよね、ですげえシナリオに集中してる時に、そう LS でね、ラーニングできたとかそうそうそう、なりますから、必ずなりますから、なるんで、そうなるとこうエスケープをみたいなそうそうこうなっちゃうんで、うん、それはちょっとないだろうということでですね、あえて1週間、じゃあなんで2週間空けないんだよと、うん、いうこともあると思うんですけど、さっき言ったようにパッチのスケジュールが詰まっておりまして、そうなんですね、2週間待てないと、開発的にはその何かあった時のほらリカバリーで、ね、はい、ホットフィックスとかの想定スケジュールも全部立てると、もう 5.0 まで一部の隙もない、うん、なのでもう1週間が限界だったんで、でこれですね、シーズナルフラグの仕組みを使っているので、はい、一応メンテなしで行く予定です、そうなんです、なので、僕らがポチッと押すと、はい、青魔同士のジョブクエスト持ってる NPC がピュッてポップして、うん、開始できるようになるという新しいちょっと試みになってますんで、うん、そうですね、まあそんな感じで、まあホットフィックスかぶるとね、結局パッチじゃねえかってなっちゃうんですけどまあそういう体制で、やっております、はいはい、今押しても出ないですよ、パッチ当たってないんですから、そもそも今押してもダメですよ今押してみてちょっと面白かった、はい、で、この青魔道士に関しては、ジョブ自体と遊び方、それからマスクカーニバルみたいなものは、はい、この PL の後半で、うん、実況も交えてお伝えしようと思います、はい、お願いします、あの話が長くなった時ちょっと右下にワイプとか入れといてくれると助かります、はい、いろいろ一生懸命顔芸とかして今喋ってたのに何も映ってないことに気づきました、はい、これはあれ、お願いします、久しぶりのガイってやつですね、はい、次のページってもらっていいですか、行きましょう、次行きましょう、はいはい、新たなインスタンスダンジョンということで、はい、境界戦線ギムリトダーク、まあ、大変でしたね、作るのが、あの担当したデザイナーとかプログラマーとかが言ってました、あとレベルデザインのね、リード荒田さんとか言ってました、ラスダンじゃないと許されないコストなるほど、まあそうですね、よくできてるんで、まあ、あのぜひあのなんだろう、その単純にクリアだけじゃなくて、まあ、落ち着いたらいいので、うん、それぞれ演技してる NPC だったりいろんなものを見てもらえると嬉しいなと思います、はい、あのちょっと1回止めていいですか、うん、あのワイプは入れてもいいんですよ、これ入んないから1回しっかり入れた方がいいなと思いまして、あ、そうです、そういうことです、はいはい、ありがとうございます、まあ、まあ、おじさんの顔見たいかどうかは別として一生懸命こう、そうそう、ね、画面はフリーズしてないよっていうことをこうお伝えします、はい、そしてそうですね、はい、結構やってたよね、はい、新たな討伐討滅戦も入ります、先ほど映像にもありました、はい、青龍青魂戦と極青龍青魂戦が入りました、うん、はい、こちらも後ほど、はい、雰囲気などね、実機でちょっと楽しみ、はい、お見せしようと思います、はいはい、そして、もう一つ新たなアライアンスレイドダンジョン、はい、両翼の総員オボンヌ、はあ、これがですね、はい、どうでした、
まあ、僕はほら松尾さんの大ファンなので、はい、もう、まあ、最終チェック、まあ、投資チェック何回かやってて、まあ、正直、まあ、思い入れも強いんで、うん、2回ボロボロボロあ、ストーリー上というか、はい、シナリオで、いや、そうだ、これ1個。はい、何でしょう。あのですね、俺、北米の PLL かな、うん、の時に、はい、あのポロリでさ、うんうんうん、あの斉藤だな、名前が出てこない、報酬でさ、はい、あのそうバルフレアの見せました、ね、装備を出したじゃん、はい、で当時出る予定だったんだよ、でも届いた脚本見たらいなかったんだよって話をしたじゃない、うん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 、あれ、あのあと松尾さんのツイッター見たら、はい、断じてそんなことは言っていないって、あれおかしいなと思って帰ってきてからチェックをしたんで、はい、そしたら会議中の議事録で1回話題が出てるっていうのを俺経由で発注されてて、その後即それネタだけで取り下がってるのを知らなくてなるほど、ずっと出るもんだと思ってて、うん、これはすごいぞって、あ、すごいシナリオになるぞって思ってたら、もう全然俺の勘違いで、本当松尾さんすいませんでした。決して松尾さんのせいではない、はい、私のせいです、私のせいです、はい、すいませんでした。ちょっと気が早い、気が早かった、気が早かったしかもね、それを、はい、あの時点まで気づいてなかった。で、松尾さんとチェックで一緒になった時に、うん、作ってなかったですねって言おうと思ってたんだけど、はい、もうね、本当すいませんで、まあその分ですね、今回、はい、すごいボリュームです。ですか。すごいボリュームです。信じられないぐらいのボリュームです。下手をすると、はい、メインシナリオ、まあ、メインシナリオと言ってもいいぐらい、がっつり。で、クエストの、その進行がちょっと進むと、うん、まあ、ヒントトークね、はい、周りの NPC が全部細かく、書き換えていただいてですね、そこにもやっぱり、まあ、松延氏というか、うん、あれはね必見なので、まあ、やっぱり好きな人はぜひじっくり、そうですね、見てもらいたい。でもう一個ね、まあもちろん早くね、その黄金の行きたい気持ちはわかる、わかるんですよ、わかるんだけど、エスケープはね押さない方がいい、絶対に言いましたよ、俺絶対に押さない方がいい。なるほど、押さない。素晴らしくね、衝撃的なシーンもございますので、うんうん、はい、よく見るね、エスケープキーは外しておく。なるほどね。そうそうそう。押せなくしてそう、パッドのねキャンセルボタンも封鎖しておく。なるほどなるほど。ね、そうか、そういうこと。それぐらい見てもらいたい。しっかり見ましょう。はい。はい、なのでぜひね、あの世界設定とかやっぱりシナリオが好きな方っていうのは、うん、ぜひぜひ、はい、ご覧いただければと思います、はい。こちらは 4.5 なので、1月8日に同時に入る、ね、同時に入ります。だからメインから行くか、はい、黄金部から行くか迷うなみたいな感じで、はい、ね、楽しみに、ね、待っていただければと思います。はい、ご期待ください、うん、そして次行きましょう、うん、続いてはこちらです。はい、禁断の地エウレカ第4弾ヒュダトス編、こちらがパッチ 4.55 で、これが55です、はい、55です。そう、あのパート1とパート2の間に入る、はい、そう、これね、その下にさ、ヒドゥンゴージも 4.55 じゃん、ね、なんでこれパート2にしなかったんだって話だよね。パート1、パート2、パート3でよかった、考えてみたら結果的に物量としては、まあ、ただメインシナリオここにあるわけじゃない。そうですね、メインシナリオ基準で最初に割ったでしょうね。そうなんです、はい、慣れとは恐ろしいなと思って、よく考えてみたら、ね、コンテンツもりもりだから、うん、1ヶ月遅れ出そうぜの、あの、なんというか、そうそうそう、流れも来たじゃないですか、うん、それが噛み合った結果こうなったんですよ、ね、こうなったんですよ、はい。まあ、あとね、ちょっと思ったのは、これを 4.55 じゃなくて 4.53 とかにしといて、 4.55 っていう切り板をパート2にすればよかったんだけど、なんかね、決めちゃったんだよね、もはい、というわけで、はい、シリーズはね、ボリューム多いんですよ。というわけで 4.55 で、この2つの巨大なコンテンツ、うん、フィザトス編と、ヒドゥンゴージがリリースとされます。でですね、はい、ヒュダトス編、まあ、当然武器強化あるんですけど、うん、まあ、皆さん非常に心配されている、あの今ねサブステを
あ、はいはいはい、いろいろね、何度も何度もこういろいろされてますよね、付け替えている、うん、これ内心ね、まさかフュータトス編で何だろう、ゼロからまさかなって思いながらこうつけてると思うんです。それは僕らいくらなんでもあれだけやっていただいたんで、消えますじゃなくちゃんと引き継ぎされますよかったので、ただ新しいそのフュダトス編の強化を始めると、はい、一旦ステータスいじれなくなってその強化が終わったらまた再開できるようになるので、その期間だけ、はい、一旦ストップしますんで、それを、はい、お忘れないように。だからなんかやってる途中のすごい微妙なやつで強化を、次の強化始めちゃうとその強化のまま、まあしばらく使うことになるんで、まあそこだけ、はい、禁断の地エルカもこのフィザトス編で、完全完結です、ね、はい。ここはあれかな、次にまだ特集やる機会があると思いますんで、うん、 はい、そのタイミングで特集を、はい、していきたいと思います。はい、そしてもう一つライバル、 あとパゴスの緩和も 4.5 で入りますんで、すいませんお待たせしました。お待たせしました、はい、緩和させていただいております。はい、はい、そして、ライバルウィングズ第2弾のヒドゥンゴージも 4.55 でやってきますということですね。はい、でこちらも、ご紹介はフュダト戦と一緒に次の機会で。そうですね、これは動いてるのを見てもらった方がいいので、うん、まあ、中央列車が降り、はい、その用心棒ではない、うん、ボブリンの用心棒みたいなものもいて、はい、その用心棒をどっちが味方につけるかみたいな新しい要素も入っていて非常に面白いので、はいはい、こちらも別の放送のタイミングで特集をしていきたいと思います。はい、では続いてまいりましょう。続いてこちらです、うん、はい、まずはゴールド操作アップデートということで、はい、新たなコンテンツ、こちらは後ほどまた実機でお伝えしたいと思います。そして新たなゲートに、はい、出撃エアフォースパイロット、はいはい、こちらもあとで実機で、ね、実際にプレイしてみようと思います。やりましたので、はい、ぜひともご期待ください。はい、そして、その他のアップデート、うん、4人目のお得意様追加ということで、はい、アドキラ、ついに彼がマスクの下がね、あ、そっか、そういうことですね、はいはい、はは、大丈夫なのかと、彼設定上そうなってまあ実はね、まあ着せ替えって、はい、そのお得意様取引の途中から機能追加として入ってきたじゃない、うんうんうん、でまあその頃から、はい、アドキラーを無理やりにでも頭を外してやりたいみたいな、結構だから着替えはいるんだよみたいな力説をしてて着替えをね入れる原動力の一つでもあったんですよ、はい、ここでついにという、うん、あとね多分ねシロちゃんちょっと喜んでると思うんですよ。シロちゃんもすぐ隣にいるから、あ、確かに、ついでにシロちゃんをやろうみたいになると思うんで、なるほどね、シロちゃんにお客さんが戻ってくるんですよ、ね、私もいるよっていう、そうそうそう、近いよって、そうですね、確かに確かに、あ、確かに確かに助かります、はい、はい、これどうぞご期待ください、はいはい、では続いてまいりましょう。次です、はい、4.5 シリーズの中で起こることのおさらいとして、はい、データセンター拡張が、欧州 DC 北米 DC それぞれで実施されます、はい、先に欧州 DC の、はい、ロンリー DC 追加をやって、うん、その後安定したら、北米 DC の今度は追加ですね、あ、はい、違う、分割です、分割、はい、ですね、が行われます、はい、で、ほぼ同タイミング、うん、はい、4.57 でワールド間テレポを実装させていただきますので、はい、ぜひですね皆さんテストをお願いいたしたく思います。全機能開放した状態で、うん、開けますので、はい、ぜひいろいろ利用してですね、負荷大丈夫かとかですね確認させていただけると大変助かります。でこれちょっと一部やっぱりコミュニティの皆さんでちょっとなんかこう、うん、人気ワールドでなんだろう、ビジターで全部埋まったらどうすんだみたいなのあると思うんですけど、はいはいはい、ちゃんと裏で各ワールドビジターは何パーセントまでというか、うん、何人までっていうちゃんとワールドの全収容限界人数に対してそういうなんかホームワールドのプレイヤーを優先するっていう機能はちゃんと最初から裏で動かしてありますし、この敷地っていうのもワールドごとにダイレクトに変えられるようになっているので、
あのそこはあまり心配なさらなくても、まあ、ただいつも通り大混雑ワールドで本当にサーバーの上限に張り付いたら、うん、当然誰も入れないは入れないので、まあ、そこはあのなんだろう誰かを追い出して入れるとかじゃないので、うん、まあ、そこは、まあ、いずれにせよなのであの覚えておいていただけたらなと思います。はい、はい、といったところでおさらいはここまでですね。ここまで、はいはい、ということでこの先は、今日の分ということでいきたいんですが、はいはい、何からいくかと言いますと、画面お願いします。まずはこちらジョブ調整、はい、パッチ 4.5 でですね、はい、ジョブ調整が入るジョブが、3ジョブございます。で、まあ、前回の北米ですか、ちょっとお話ししましたが、まあ、議論をしてですね、まあ、実装しようということになったので、はい、文句と貴公子と白魔導士の3ジョブに調整を数値調整を入れます、はい、だもちろん例えば文句とか貴公子は、うん、まあ、前回の PLL でもちょっと PLL Q&FAQ どっちかでお話ししましたけど、はい、まあ、やっぱりメカニクスも変えてほしいとか調整してほしいってお声が、うん、まあ、当然非常に多いんですけど、まあ、これはやっぱり 5.0 じゃないとなかなかできないので、うん、まあ、そこはちょっと 5.0 側でやらせていただきたいなと。でただここはかなり議論になったところで、はい、まあ、今回数字をこうあで基本的に全部上げてます、はい、上げ調整です。であと、使い勝手が良くなったりとか、うん、まあ、DPS に関しては DPS ジョブだと、まあ、基本的にも全部上げ調整をしてるんですけど、うん、まあ、この数字今回上げた分、はい、5.0 が始まった時に当然 5.0 のバランスで数字を取り直すので、うん、これはもう今の3ジョブに限らず全ジョブ、うん、でそれによって当然 5.0 の新しいアクションとかも含めて今回上げた数字を下げる可能性だってあるから、そうですね、正直言うとあまりなんだろう今やると それナーフかよって言われやすくなっちゃうので、うん、本当にやる可能性やるべきなんですかねっていう、まあ、議論もあったんだけど、だからなんかコメント見てるとちょっと理解されてないな。 5.0 って 5.0 のバランスを取るわけですよね。新しいアクション当然入ったり新しいメカニックスがあるのでそれに合わせてバランスを全部取るから今回足した分下がる可能性もあるけどそれを怖がって今調整しないと 5.0 リリースまで今の数字のままになっちゃうのでそこはプレイヤーの皆さんのことを考えれば 4.x のバランスとしてちゃんと上げられるところは上げようって話をしたのでこの3ジョブは数字の調整が入っております、はいはい、ということなので、まあ、で詳細はあのパッチノートを確認していただこうと思うんですけど基本的にはあの全てプラス方向の調整が入ってますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということでジョブ調整がそんな方針で行われます、はいはい、では続いてですが続いてはこちらに行ってみましょう。画面お願いします。次なんだっけ。おお、どうぞ。青龍聖魂戦ということでここからは実機ですね。青龍を見に行きましょう。ちょっと待ってね、はい、今日はですねあの開発テストサーバーって何種類かあるんですけど、はい、普段ね、なんかこう最新のものが全部入ってるありますねテストサーバーでやってるんですけど、そっちがですね、もはや 5.0 が入り混じり始めていて何が映るか分かんなくて怖いから、そのもう一個あるあの なんつったらいいのかな、 EK って呼んじゃってるからもう EK としか呼べないんだけど、まあ、そっちの別のテストサーバーでやってるんでコマンドがね、ちょっと違うんで準備時間があるんですよね。通称 EK という、はい、テストサーバーこれだ。ちなみに何でも入ってるのは AK ですね。はい、そうですね言ったんだ俺がせっかく言わないようにしてE が出たからいいかなと。なるほど。では私ですね、まだ開けないのね。はい、まだ開けないよ、怖いよ。 ECB もあるんですよ、ちゃんと役割があるんですよ、あるんですよこっちだ、こっち
これから突入して、はい、カットシーンからでも大丈夫かな、大丈夫かな、どこで開けるかして、じゃあ俺がよしって言った瞬間、はい、開けてよいしょ、そしてゲームの音聞こえねえんだけど、なんでゲームまあいいか、あ、ミュートしてます、ミュートしてる、あ、そっか、よしって言った時にきっと帰ってくる、あ、なるほど、どうぞ、大丈夫だな、勝負、お、君が正しいというのなら戦いで僕を否定してみせろ、アラミさんを解放する、いい声なんだよ、ちょっと聞いてもらおうかな、はい、うん、セリオさんいらっしゃいますね、いらっしゃいますね、まずマップを見ていきましょう、はい、お願いします、うんうん、柵ですね、まあ、丸い柵があります、そうだな、強度は、強度はでも結構高そうじゃない、これ確かに割としっかりしっかり作られてる感じは受けますね、うん、むしろさ、この櫓の方が脆そうだよね確かに、ちょっと耐震性に疑問を感じますね、感じるよね、これここで暴れたらね、怖いよね、これね、確かにね、うん、確かに、セイリュウさん、そう、トレーラーでもいい感じに暴れてましたし、あと真ん中にね、穴がない、最近あれ信用できませんね、なんか、何、あの模様は何、模様はね、これ最後まであるのっていう、そうね、これこう、薄くなってこう、バッて、我々先日、テイタイムを見ましたけどねありそうだね、これ、わからないね、どういう仕掛けでどうなるのか、いやー、気になる、気になる、大丈夫なんですか、どこまで最近ね、優しくてね、あまり検知範囲、広く取ってないんだと思うんだよね、お、攻めますね、攻めるね、おお、触る前大丈夫、あれこれもしかしてあれじゃないか、あの出箱までイグノア入ってんじゃないこれ無視入ってんじゃない、もしかしてコマンド名が発表されましたがまあまあ英語です、英語、ただ英語でしょイグノア無視イグノア入ってんじゃない、え、これじゃあ殴れってこと、そうでしょうね、そうでしょうね、え、でもさ、じゃあさ、俺何 IV も手打ちで解除しなきゃいけないよね、多分、うん、違う違う、あ、やっぱり、あー、なるほどね、なるほどなるほど、もうそれでも結構いけんね恐る恐る、あ、なるほど、あ、ははて、設定全然確認してなかったですね、なるほど、なんか降ってきたよ、すごい世論が無敵はずるいじゃないかという声で満たされていってますが清流どころじゃなくなってます、ね、そうあ、違う、あ、あ、なんかど、あ、無敵ですか、多分今生身では多分耐えられなそうな雰囲気でした、お、ああよく見たマーカーが痛い、あ、本当だ、もう観念、逃がさないよ、なるほど、うん、まあ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 、いつもより長くご覧いただきました、まあまあ、逃がさないよって言われてしまったさあと、まあこんな感じで、バトルは進んでいきますが、まあ、ここから先は皆さんの目でお確かめいただきたいなと思
ってすごい。しかし、うん、イケメン声イケメン声ですよ、ね、イケメン声だし、イケメンセリフ回しだし、まあなかなかまた味のあるキャラに仕上がっているのではないかなと。そうです、よくよく見るとでもすごい佇まいですよね、うん、生えちゃってそうね、竜なのか蛇なのか気になるところです。まあ我々は本当にシュガルドでドラゴンを作りすぎてですね竜はもういいかなって。なるほど、はい、はい、ぜひご期待ください。ご期待ください、はい、さてそれでは出ます、ね、続いてですが次は生仮面だよね。生仮面です。出ていきます。はい、続いて何に参りましょうか。そうやな、じゃこれをやろうかな。そうですね、準備するから、はい、ちょっとセットアップ中ですので少々お待ちください。そうは言いながらも開発サーバーですからね、見えちゃいけないものが見えないように、うん、最新の注意を払いながら、あとうっかりPS3 パッドって書かれてますね。 PS2 パッドですよ何言ってるの。残念、 PS2 でした。最強のどうしよっかな、これ。座る武器かな、座らざる武器かな。いいか。じゃあ、もう少々お待ちください。コンテンツに、ちょっと行こうと思うので、浸水しようかな。あ、いやいやいや、なんでなんで。段取りってさ、うん、あったじゃない、うんうん、段取りどこ行ったのかな、これ。うん、大丈夫かこれこれはどうね、うん、念のためにだよ。じゃあ、何かトラブル。いや、トラブルではないんですけど、うん、なんかこう普段とは異なる動きをしているようですね。ほほう。え、なんで？なんで？なんで？おか？え？おかしくない？え、これで行ったら誰とマッチングするのこれ？誰これ申請してんの？深まる謎。怪奇現象ですよ。ちょ、もういいって言ったらじゃあもうあれ？今保留中なんで。保留か。はいはい、3回でペナルティーじゃないこれ。次でもう突入せざるを得ないよねそうですよね。切り替えてよくなったら、うん、今即座に行こうか。じゃあちょっと待ってね。怖いなテストサーバー。デバッグやってるからな普通に。そうですね。じゃあ行きますね。私準備いいですか。どうぞ。ほい、こちらは何の画面でしょう。コンテンツへ参ります。ほい。うん、やっぱりバグってる気がするんですよね、これね、うん、バグってますよね、これ。はい、対戦メンバーが揃わなかったためって言われてますよ。マジかよ。なんでこれ、もしかしてこの人たちパーティー組んでないよね。これが、うん、これが入ってるんじゃないか説、どうですか。あー、それはね、その可能性が高いね。さあ、気を取り直して、夢ね。どうなこれどうなんでしょうね。あー、ちまった、あれ、これ辞退したらどうなる。大丈夫です。何もトラブルなど起きていない。幻です。あれ、こうしないとダメか。一回みんな申請取り消してって言ってもらえる。そうですね。少々お待ちください。取り消した。
大事どうかなどうかな、あ、取り消しました。こういう処置取ったらおかしい、おかしい、あ、お、大丈夫だ、じゃあそっち積んでみてってまさかの一人で全コンテンツいけるフラグのせいで誰とマッチングしなくても俺は行くぜになっている。起きた、あ、来た、じゃあカメラいいよ、はい、いやー、まさかだったね、これ、うん、お、座っとる作り込まれてますけど、これどうしたんですか。はい、どうしたって、打ちますね、のコンテンツですか。はい、お、これあれですね、ついつい見入っちゃうっていうこの謎の吸引力がありますけど、え、割と真剣なパターンですね、はい、いやだ、あのね、誰か食えるものをね捨てないかなウィンドウサイズもね、まあ上げられるからさ、確かにね、これ皆さん放送で吉田さんの手は見えてるわけですから、うん、でもさ、泣きの設定切り替えとかさ補助機能メニューおかしいな、これ何の、皆さんご覧の放送はファイナルファンタジーって、はい、それそうきっちり言っといてもらった方がいいね、ハイパイひどいですね。皆さんおなじみのアバターが出てるので、FF 要素満載ですね。そうですね。ちゃんとですね、これね、テーブルの裏でエモしたりね、当然チャットもできますから、で、ちゃんと自動、ほら、今、チーというね、うん、ことをできますよっていう、あ、ガイドが。ガイドも出ます、出ます。しませんと。そうですね、チー。あした。ね、とまあこんな感じで行くんですけど、はい、こちらですね、うん、まあ、結構前から開発しておりまして、まあこれ今対戦4人でやってるので、はい、まあ、残り時間これ自動的に対戦なので進むようになってます。でこれ危険牌今これ捨てると危ないかもしれませんよみたいな、ガイド機能、それがヘイトメーターとして、赤、これ赤いから危ないのかなみたいな、とある実績のある麻雀エンジンさんと組ませていただいてですね、はい、ちょっとじゃ あ, あのいいですか、私解説しなきゃいけないんで戻りたいんですが多分これ残りの3名の方も割と真剣にやってらっしゃるんでしょうね。まあだと思いますよ、あの開発チームテストって言いながらずっとやってましたからねいやテストだわ、しょうがないわ、すいません、すいません。で、はい、ちょっといくつか説明をします、はい、ゴールドソーサーにですね、ドマ式マージャンという、はい、あの、あ、時期いいよ、時期にしといてください、はい、うん、どうぞ。ゴールドソーサーにドマ式マージャンという新しい、はい、テーブルゲームが実装されます。これこちらパッチ 4.5 です。 4.5 でですね、まあ言っても、うん、特に若い方だと、はい、マージャンよくわからんという方も多いと思うんです。そう、ルールがわからんと言ってる方もいるんですけど、はい、このね、東方の雀士という NPC がですねに話しかけるとですね、なんとすごい、すべてすごい、これは何から始まってますね、説明しております。はあ、わあ、すごい、さすがドマの皆さん、親切、そうですね。で、例えば画面の見方とかですね、あ、うん、なるほど、ついております、はい、でそしてね、このガイド機能、うんうんうん、初心者でもオートで楽々みたいな、でよくルール分かんないけど、うん、あんまり赤い色
でお知らせされてるやつ捨てない方がいいんだなみたいなあのことでも打てるし、なんとですね、分からんことがあったら検索までできる、ワード検索すごいすごいな何をしてるんだ、はい、がっつりマニュアルですね。あのファイナルファンタジー14どこ行くんだ系のコンテンツですね、はいはいはい、こちら最新どこ行くんだコンテンツ。へー、でじゃあちょっとパワーポイントでまずざっくり、うん、説明していきましょうか。はい、じゃあ画面パワーポイントお願いします。はい、パワーポイントですよ。はい、ドマ式麻雀、まあドマ式麻雀とは何かということで、うん、説明していこうと思います。はい、まあ、基本的にはですね、うん、先ほど表示されていた牌と呼ばれる絵柄を組み合わせて、はい、自分の13牌ある手プラス最後に山かいっぱい持ってくるんですけど、うん、この14牌で決められた役というのを作って、はい、そのスピードを競うゲームとなっております、はいはい、ぶっちゃけて言うと麻雀です。ドマ式とは言っておりますが麻雀です。なるほどなるほど、はい、で、4人うち4人で遊ぶボードゲームで、はい、今回プレイヤー同士の対戦もありますが、一人でルールを覚えるために遊ぶというモードもありますので、まあいろいろな楽しみ方を、はい、していただければと思います。じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。でまず NPC 対戦ですが、はい、ゴールド操作内、こちらはですねゴールド操作内に、うん、いていただく必要があります、うん、ゴールド操作内にですね魔導ドマ式麻雀卓というものがございましてなるほど、どうやらですね世界設定のオーダーによるとですね、はい、ガーロンダイアンワークスが発注を受けて作ったのではないかと。なるほど、はい、まあ、皆さんがドマを解放してくださったおかげで、うん、まあ、マンダビル家の人間がですねドマに訪れられるようになり、はい、そこでドマ式麻雀というものに出会い、これはこんな素晴らしい知的な遊び、なるほど、我がゴールドソーサーにということでですね、お父さん、そう、素晴らしいスピードですね。ガールのアイアン惑星発注され、うん、ドマ式自動違うドマ式魔導魔導ドマ式麻雀ダメだ、ぐちゃぐちゃ、まあとにかく魔導で動きます、はいはい、で、こちらはですね一人で遊ぶときはこのゴールドソーサーで、ちょっと実機をお願いできますか。はい、実機お願いします。ここがその場所なんですが、はい、どうぞ、実機ですよ、はい、どうぞ、焦らずにね、実機ですよ。はい、ここにですね、こうあります。うん。で、ここに、初級ってありますよね。はい。初級、はい、ありますね。こっちに中級ってのがありますね。ありますね。で、こっちに上級ってのがあります。ほうほうほう。この3つがコンピューターと対戦、急に出てきた。コンピューターと対戦する場所になります、ね。で、例えば、はい、こう、うん、ですね、スプリガン、モーグリ、マンドラゴラと対戦しますよ。なるほどなるほど。で、まあ、はいとやると、はい、即始まります。本当だ、まあ、皆さん見えますよ。これはもうその場で始まるんです。始まります、はいはいはい、でこれはですね、なんで初級かというとですね、はい、AI が弱いです。あー、なるほど。ただですね、はい、弱いはずなんですけど、ややモーグリが強くてですね、開発チームからも QA チームからもちょっとモーグリ強くてムカつくんですけどっていう、またかっていう、またモーグリ、また一応調整したらしいんで、はい、落ち着いてはいると思うんですけど、これはもう完全に一人でコンピューターと遊べるので、うん、さっきの、NPC にルールを聞いてここで練習一人でできます。はははで MGP も使わないですし、うん、取られるということもないので、うんうん、ちょっとこのマージャン、ドマ式マージャンっていうゲームのルールを覚えてみようって時はぜひね、これで。なるほど、はい、であとはあれですね、ウィークリーの攻略手帳に、何勝したみたいなのがあるので、うんうん、まあそれで MGP の獲得を狙っていただいてもいいですけど、まあこんな感じですね。はは、
で、ちょっとパワーポイントに戻りましょうか。はい、ということで進めていただいて、はい、そう NPC の強さが初級、中級、上級の3種類、はい、でどうぞ。はいはい、NPC の強さごとにですね、うん、何勝したかというのがですね、個人記録として、はい、記録されますよということなので、ルールを覚えたりですね、うん、気楽に遊びたいときはぜひコンピューターとやっていただければ良いかなと、はい、でこちらですね、コンテンツファインダーのマッチング中にも、プレイできるようになっておりまして、あ、コンテンツファインダーに、申請しておいてですね、ここで、NPC 相手にこうドマシキマージャンを打っていて、シャキッたらそのまま参加ってやるとですね、麻雀放り投げてコンテンツへ行くようになっていますので、シャキ待ち中とかにですね、使っていただければいいかなと。気軽にやればいいですね。はい、はい、で、続いてです。はい、次お願いします。プレイヤー対戦、こちら2つのモードがございます、うん、で1つがマッチング対戦、はい、これはソロでしか球が詰めないです、うん、コンテンツファインダーから普通にゴールド操作タブを開いていただければ、はい、もう出てきます、うん、で、マッチングした4人でランダムマッチングした4人で対戦します、はい、データセンター内の4人でマッチングしますので、うん、ガチの対戦を楽しんでいただきたいなと。で、こちらにはですね、レートと段位というものがございまして、なるほど、勝っていくと自身の強さを示すレートが上がっていきます、うん、一定以上のレートになると段位を認定されます。当然負けていくと、段位が下がります。麻雀ファイトなんとかかなみたいなあれですけど、段位もございます、はいはい、こちらが、マッチング対戦の、マッチング対戦でございます、ね、はい、でもう1個、プレイヤー対戦があって、うん、こちらは固定4人パーティーでの対戦になっていて、はい、例えばですね、パーティー募集でレート変動なく、うん、楽しみませんかとか、はい、あと FC の中で、まあ、麻雀覚えたいよっていう人がいたら、うん、まあ、3人で、まあ、チャットでゆっくり話しながら、こうだよああだよって教えつつやっていただいてもいいですし、まあ、そんな感じで仲間内でだったりパーティー募集で、まあ、探して固定4人で打ち込んでいただいてもいいですし、うん、ということになります、うん、はい、はい、プレイヤー対戦はこので、こちらは当然ですけど固定4人なので、レートや段位は変動しないので、気楽に4人で、うん、身内で打ちたいよという時はこちらをですね、なるほど、はい、使ってください、はいはい、すごいな。でレートの解説をさせていただきます。はい、お願いします。レートがございます、うん、はい、強さの指標となります。最初1500、うん、で、勝つと増え、負けると減ると。なるほど。で一定のを超えるとですね、アチーブメントがございます、はいはいはい、アチーブメントを目指して頑張っていただきたい、はい、はい、そしてもう一つ段位ですね、はい、こちらは最初は皆さんビギナーから、はい、そして、対局の順位に応じて増減する段位ポイントを貯めると昇格できますが、ある程度上位の段位になると成績によっては降格することもあります。となんかね、ゲームセンターで見た感じ、ね、すごい。あ、でまた、段位が初段以上になると有段卓に申請可能となります。つまり有段者のみで、なるほど、打とうじゃないかと、はい、はあ、感じですねというところが、はい、大方の説明となっておりますが、はい、一式これでドマシキマージャン、はい、ご説明しました。で、まあ、吉田さんの期待通り、うん、どこ行くんだよの声をたくさん頂戴しておりますが、まあ、そもそも、はい、まあ、なんでこんなことやってんだというお声も、まあ、頂戴するかと思うんですが、ええ、まあ、もちろんね、これまで以上に、まあ、これまでもそうですし、うん、これからもオリジナルの14ならではのコンテンツを作っていきますよ、はい、作っていきます、まあ、もう今日もほらたくさん紹介してるじゃない、そうですね、作っていくけど、まあ、14って世界中で本当にたくさんの人に今遊んでもらってるので、うん、だったらそのもう MMORPG というか、はい、世のオンラインゲームでできることはここに全部あってもいいんじゃないかなと私思いました。なるほど。
例えば一通りコンテンツ やり尽くしたなと、でもう40の中で知り合った人とちょっと麻雀やるみたいな話になった時、はいはいはい、14起動しながらもう一番ほら麻雀のウィンドウ ね別のゲームの立ち上げてたじゃない、はい、でもこんなにかっこいい可愛いアバターがね自分のキャラいるなら、はい、ここで別にテーブルゲームができれば確かになんて言うんだろうね他のゲームやんなくてもいいのかなって、うん、こんなにリッチなアバター機能を持ったマージャンゲームは世の中にないわけですからね。ないですよ。でまあ実はねポーカーから考えてたんですこれ。あはは当然あの、ね、アメリカのねプレイヤーの方も、うん、ものすごい数いらっしゃるのでポーカーがですね、うん、やろうとしたらですね、はい、ちょっとですねあの国によって若干ですねポーカーというものの法律が違っていて捉え方が、ああなるほど。で今の14のままではちょっと実装ができなかったので、はい、まあ、そっちは今ちょっといろいろまだ調整したりなんだりやってるので、先にじゃあはい、ということです。まあそうですよね、ふと思ったのも、そうそう、レッドデッドリデンプション1ね僕ね、はい、すげえやったんですけど、まあ2じゃなくて1の方、はいはいはい、まあ、2もやってますけど、最後ずっとポーカーやってたんですよね。なんでだ俺ってレッドデッドっていうかをやるようにずっとポーカーやってたんですよ。そうだよな、考えてみたらな、14の中に別にその賭け事じゃなければさ、うん、オンラインゲームでできることはぶっちゃけ全部あったっていいんだよなって、確かに1年前ぐらいに思ったんですよ、うん、で MMORPG って MMORPG の前にオンラインゲームだから、まあ別にこんなにねアバターいるしさ、そう誰やれて悪いって誰も言ってないぞって思ってで開発チームに、はい、どうかなって言ったら、うん、やりましょうって。なるほど。で第1弾が晴れてこのすごい早かった。そう、決まるのはすごい早かった。作るのは結構大変だったけど、まあそうですよね、はい、だって世に言う、ま、オンラインマージャンゲーム一式ができたわけですよね。はい、あの実際に稼働していたオンライン対戦マージャンゲームのエンジンが積まれておりますので、こちらははは、なので素晴らしいエンジンだったので、はい、でまあこれに限らずですね、まあいろんなそのオリジナルゲーム もちろんですけど、うん、これからもその14の中で、まあ、いろんなオンラインゲームのその要素っていうのも取り込みつつ、うん、14やってれば何でも何でもできるわっていうのを目指していきたい。理にかなってるっちゃかなってますね。そうですね、はい、であとはね、まあそんなところでいいのかな、うん、まあ、いろんな楽しみ方ができていいかなとは思いますんで、うんうん、はい、まあぜひ、あ、そうだそうだ、これ、はい、ゴールドソーサーに来れればいつでも遊べるので、はい、フリートライアルでも遊べるからぶっちゃけ今14やってないんだけど、そのマージャンやりたいわ、オンラインマージャンをかっこいいかわいいアバターでやりたいなと思ったらはは14クライアントダウンロードして、あのドマ式マージャンうちに来てくださいで、これはちょっとなかなかみんなかっこいい格好してるぞってなったら、うん、合間に冒険をして僕にも出てみればいい。そう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 、でレベル35超えたらパッケージ買ってきて、俺は冒険も結構面白いぞっていう、ね、なるほど、あ、はい、新しい入り口が そうです開かれる、はい、というわけで、まあいろんな可能性をですね、これからはファイナルファンタジー14、うん、これからもあのなんだろう、あまり規制概念にとらわれずね、いろんなもコンテンツを、ね、作っていきたいなと思っておるという第一弾でございました。あれ系の今後の展開にもご期待いただきつつ、ね、まずは、これパッチ 4.5 ですよね。 4.5 です、はい、なので1月8日に、はい、実装となります。はい、年明けのドマ式麻雀大会もぜひ。そうですね、そうですね、はい、どっぷりやれるのはちょっと先かもしれませんね。まあね、先にコンテンツいっぱいあるからねでもまあほらマッチング中に練習はできるからね。そうですね、はいはい、はい、ともご利用ください、はい、といったところで、1時間少々経ちまして、だいたいここら辺で一旦前半戦としようかなと思いますが、だいたい予定通りしようぐらいですかね、はい、やんばいかと思います。いやしかし、はい、開発チームはですね昼休み、まあこの画面が出てる人が多い多いそうですね、
皆さんセルフデバッグに余念がない、うん、まあ世代がね結構上だとほとんどの人がやっぱり学生時代に覚えたよって人が多いんで、まあどの画面見てもこんな緑の画面出てましたね。あ、であと1個忘れてた、はい、今回ですねドマ式麻雀ということで、うん、14デザインのというかドマデザインの麻雀の図柄、はい、はいの、はい、麻雀牌、麻雀牌の図柄がドマ、はい、ドマ風になっておおおっていうのと、はい、なんか違和感あるなって多分感じる方もいるので、うん、もうリアルの麻雀デザインも用意してあるので、あ、なるほど、それは選べる、選べる、デフォルトはドマ式麻雀牌になってるので、はい、違和感あるぞという人は自分のだけ書き換えられるので、普通の牌に切り替えて、あ、なるほどなるほど、遊んでいただいても大丈夫です、はい、はい、そう、どこ行くんだよって言ってもらえるとねちょっと嬉しいんですよねオンラインゲームだよって、そうですね、オンライン孫をことなんですよ、ジャンルオンラインゲームに変えようかなみたいな、はい、という感じでございます。じゃあ前半これぐらいで、はい、ありがとうございます。それでは、これから休憩に突入したと思いますが、はい、今日はちょっとですね休憩長めに、そうなんです、取らせていただきます。今日の休憩のお供をこれより発表させていただきたいと思います。2つございまして、うん、1つ目、先日我々北米で、うん、ファンフェスなるものに行われました、はいはい、約1ヶ月前ですね。そうですね、こちらの思い出ビデオが、はい、先ほど仕上がりましたので、まずこちらをご覧いただきます。うん、その後に、これ最後お知らせでももう一回やるんですけど、先日お伝えしましたザ・プライマルズの、うんうん、ゼップツアーを収録しましたトライアルバイシャドウというのが来年2月6日に発売されますが、それに伴ってちょっと中身を見せたろうという太っ腹企画がございまして、これねいいですよ、フルジャクでタイタン、アンダーザウェイトと、オブリビアン芝を2曲続けてフルジャクでご覧いただけるって買わなくなるだろでもね、なんかねどうやら音楽出版の皆さん的には曲ぐらい見せてもそんなもんじゃない。ちょ待って待って、プライマルそんな曲あったの？ありますよ、ね、あるらしい。なるほど、ソケンさんも太鼓判ということです。そちらを、何それを流すの？はい、そちらが約9分半ぐらいございまして、ちょ待って待って待って、はい、最初振り返り、じゃ北米ファンフェスの思い出動画が2分半ほど、2分半ほど、はい、その後プライマルズの映像が9分半ほど続きますので、休憩は15分ですね、はい、15分かなと思いますので、日本時間で午後9時25分頃の再開といたしたいと思いますので、うんうん、じゃあ我々は15分休憩してそうですね、皆さん、はい、活目せよということで、はい、よろしくお願いいたします。それでは休憩です、どうぞ。どうぞ、ラスベガスの開催を宣言します。
休憩終わりで戻ってまいりました、はい、戻ってまいりました、第48回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りしております。はい、はい、ということで、はい、休憩でしたが、トマシキマージャンの衝撃サメアラーメンなんかね、そうクライマーですね、さらにテンション上がるっていうね、うん、でちょっとですね、前半まあ英語の文章はあるものの、ちょっとフォローが足りなかったところで、北米コミュニティ側でちょっとざわざわしてるところはあるそうなんですけど、はい、パワーポイントの前半で、欧州 DC の、論理 DC の追加というか分割と北米の論理 DC 追加っていうところにパッチナンバーが書いてなかったんですけど、それで 4.5 で来るんじゃないかって なってるみたいなんですけど、あれ、4.5、あ、パート2の後です。ずっと後なので、北米でお伝えした通りずっと後なので、日付が明確に決まったらお伝えしますので、というわけで、私の日本語だとフォローしても伝わらないので、我らが優秀な、グローバルコミュニティプロデューサーの、なるほど、室内さんから英語でお伝えしてあげてください。はいはい、はい、so one thing we want to clarify for our English speaking audience. So during the explanation for the patch 4.5 features, we mentioned about the data center expansion for both North American and European data centers. But because our PowerPoint does not have exact patch numbers, there are some confusions that a lot of people thought, I mean, it's coming with patch 4.5, but that's not the case. The actual data center expansion will coming after 4.5 part 2, which is late March. So the data center expansion is even later than that. So once we find out the exact date and timing, we will have an announcement earlier than the expansion date, so that's the case. Thank you. 大丈夫です。うん、だね。うん。この人の英語めちゃめちゃ聞き取りやすいでしょ。うんうん、何言ってるかわからんがね、結構多かったんですけど。あなたの英語めちゃめちゃ聞き取りやすいし、すごいわかりやすい英語使ってくれるんで大丈夫だと思いますけどね。ね、日本語より英語が通るんじゃない？お、親切。ね、聞き取りやすいよね。はい。いや、吉田何言ってるか分かってなさそうって書いてあったけど、分かるよ。これがですね、はい、そうなんです。吉田さんは英語がこれ、分かるんですよ。喋らないですけどね。分かるんです。はい。ので、インタビューの時ね。そう。翻訳し忘れとかですね。あれ今これ言ってないよねっていう指摘は、たまにピュンって飛んでくるとき、ドキッってするときが、まれにあります。たまにね、めんどくさくなってね、はしょる通訳者がいるんだよね。そうそうそう。対意は合ってるんだけど、そうそうそう、ここ言いたかったんだよね、みたいな。待って、それ3つ俺が言いたいこと、それ欠けてるよねって今。そう。そこちゃんと伝えてくれないと、意味が通じないから、ちょっともう一回切り分けて、もう一回日本語で話すから、1個ずつ通訳してっていう。あれね、うざいよね。そこまでわかんなら喋れよって話だけど、喋れはしないんですよね。これが不思議なもので。はい。というわけで、またあれですね、コミュニティチームから何か、はい、まだ足りなさそうとかあれば、お知らせいただければ、はいはい、ということで、はい、後半行きましょうか。後半戦ですが、そういえば、はいはい、休憩のプライマルズの前に、ファンフェス、北米ファンフェスの振り返り映像もご覧いただいて、うん、そういえばファンフェス振り返ったコメントしてなかったなと思ったんですけど、あー確かに、ね、ラスベガス、今年のラスベガス、もうはるか1ヶ月前のことですが、いやもうね違う、本当に本当に、まあ今ちょっと一部紹介してってますけど、はい、4.5 は本当にコンテンツがすげえ数になっちゃって、うん、でさっきも言ったようにもう年内全部終わらせるなので、僕の PD チェックもこの先の季節イベントも含めて全部やったんですよ。はい、俺1年分ぐらいもう14遊んだ気分になっちゃっててものすごく、なんでもう何北米ファンフェスなんて1年ぐらい前のことのように
なっちゃってて思い出っていうか感想って言われてもなーって。寒かったな、ラスベガス。寒かったですね、今回めっちゃ寒かった。1ヶ月ずれるとこう寒いか。びっくりした、あんなにね暑くて T シャツ短パンで準備してたのにこんなに寒くなるかって。あとはやっぱりその北米のプレイヤーの皆さんのね反応がこうストレートで凄まじかったんで、あのまあ毎度基調講演立ちますけど、ありがたいなというか、まあちょっと言葉が平凡ですけど、まあ幸せだなと思ってて、ゲーム作ってて新しいニュースが来るぞっていう風にみんな本当にキラキラした子供のような ね、 そうですね、ゲームを楽しみにしてるっていう目で一個話すたびにこうわーっていうのはゲームやっぱ作ってて幸せ。まあこれをまたその欧州とか最後ね大鳥日本とかまだまだ発表する内容たくさんあるので、またそれが出す僕らとしても皆さん聞いてくださる皆さんとしても、まあ、楽しくやれるだろうなっていうのは、まあ、いいスタート切れたかなと思ってます、はい。今回トラブルもね驚くほど少なくて、プライマルズがね初見もにっこりみたいな過去2回はねもう思い出したくないっていう顔してるけど、今回は素晴らしかったもんね。プライマルズといえばコメントもたくさんいただいているところですけど、はい、皆さん白子の感想を聞きたいそうですよ。白子なんか演奏してないもんな。いやいや放送してないのがいいことに。してない。なんか静止画で皆さんいっぱい見たんじゃないですかね。おかしいだろ、あの時撮影禁止だな振り返り動画出るのにあったでしょうよ。おかしいだろ、それが流れてるのが不思議ですね。おかしいで、公式は多分禁止されてなかったんでしょうね、メディアとか。メディアさんはそうかもしれないけど、そんな白子なんかやってないもん。あれ言い張ります、やってない。幻でも見たんだそうです。じゃあ次回に花見玉にやらせたんじゃないですか。荒見玉にやられた。なるほど、荒見玉、すべて荒見玉が悪い。悪い悪い悪いね。そう、やっぱの感想など日本のファンフェスが終わるまで。なるほど、言わんわ。じゃあその時まで取っときましょう。このゲームそういうとこおかしいっつうんだよあ、やばいやばい、変なスイッチ入った。おかしい。さあ後半戦参りましょう。ほんとおかしいはい、じゃあということで後半戦はどこから行くかと言いますと、はい、画面お願いします。パワーポイントお願いしますこちらから行きましょう。ほう、こちらどうぞ。出撃エアフォースパイロットということで、こちらはですね、さっさと実機で見てみましょうかという感じですが、はい、よろしくなったらお知らせください。あ、間違った。新たなゲート。これはですね、実際にプレイしてみた方が早いんだと思うんですよ。英語タイトル、エアフォースワン。それね、野田さんが言ってたの、はい、まあ、真っ先に思ったんだって、ああエアフォースワンって。だけど、まあ、いかがなものかと、さすがに。なので、変えたんですって、日本語。ああ、なるほどなるほど、エアフォースパイロット。はい。じゃあ、何のためらいもなく、英語はエアフォースワンで言ったって言って、若干下船っていう顔をしてた。なるほど。せっかく配慮したのに、みたいな。そうですね。はい。さあ、では、はい。いいですよ。はい、じゃあ、実機ゲームお願いします。ほい。まあ、ゲートなので、はい。開催されるとこうなりますね。でもって、はい、普通に、まあ、詳しいルールをさ、ギアサボテンダー君が話していたのに飛ばしてしまったという痛恨の痛恨の。まあまあまあ、まあ的をコースを自動的に、はい、まあ、やってみた方が早いな見せていただきましょう。で、ソロでのみチャレンジ可能です。はい、お気をつけください。直接エリアに。お、押してきた。見ます。あ、音、音。うんうん。お、これは、コック
ット風の画面ということです。はいはい。あ、なるほどな。あ、これはですね、コース複数でございます。あ、なるほどなるほど。これをずんずん進んでいくわけですね。まあ、時折ね、NPC がいたり。本当だ。あ、で、現れる的を撃つ。で、ボムを撃つとペナルティーです。あ、なるほど。ボムマークはダメです。撃っちゃダメなやつ。超シンプルミニゲーですね。なるほどなるほど、はいはい。で、ボーナスステージ。ボーナスステージ、はいはい。ほうほうほう。なるほどね。うっかりやっちゃうやつだね。なかなかの物量ですね。あ、うっそ、1個漏らした今。消えるんですよね、ある程度で。いやー、マジか、もうパーフェクトね。リセットリセット。もう一回もう一回、リトライリトライ。いやー、これはもう、あ、まだ続けるかな。続けます、後半ステージ。なるほどなるほど。真ん中にボールステージ。いやー、危ねえ。1950件でした、はい、ということです。と、まあ気軽に遊べるようになっております、はい。まあ、リザルトで、まあ、ランクが出てですね、まあ、リワード、S、 まあ、S だともらえますね、うん。でコースがいくつかございますので、はい、まあ、毎回違ったパターンで遊べますので、なんだろうか、あんまりねバトルがどうのこうのとかね、うんうん、はい、いうのが苦手な方はですね、まあ、こちらも楽しんでいただけたらいいですね。ゲートのバリエーションが増えるのは、これは面白い。あ、でボムを打つとマイナス20点。あ、で、まあ、ボムは打ってないんでゼロですけど、減点はされなかったけど、そう、銅のサボテンダーがね1個目の前で消えたんですよね。でこちらもですね、はい、アチーブメントが用意されておったりしますので、と、まあまあこんな感じでミニゲームもまあ続々、うん、また増やしていきますし、また新しいミニゲーム、ね、うん、今企画をが終わっていて、ほう、制作に入ろうかという話になってますので、ほうほうほう、はい、そちらもね、まあ、どんなものかが見えてきたらまた。で、あと今回、はい、ゴールドソーサー、まあ、ドマ式マージャン実装ってこともあるので、うん、かなりの数のアイテムが用意されております。ゴールドソーサーに交換品とか、交換品として、ほほう、で、はい、何か、しかもですね、まあ、パッチが多いじゃない今回、うん、4.5、ね、4.55、4.56、うん、4.57、4.58 みたいな、はい、で何度かですね、はい、追加されていくので、ああ、なるほど、一発じゃないんですね、一回じゃない、はい、ので、あればあっただけいいぞ、MGP は。なるほどなるほどなるほど、はい、なので、じゃあこのゲートもしっかりですけど、そうなんですよ、毎週もらえる、とりあえずやっといたらもらえるってやつは、うん、もらっといた方が絶対いいんですよ。なるほどね、うん、まあ、もちろんゴールドソーサーフェスもあるんだけど、うん、そのシーズナルイベントでね、この先とはいえ、はい、早く欲しいなら貯めといた方がいいかな。そうですね、思います。ついに、あの、なんすか、最高額景品が変わる時が来た。ほう、ね、ほほう、それはそれは、はい、最高額景品が変わる時が来たってことは最高額が更新されるってことですよね。そうです、はい、皆さん結構お持ちなんでね、はあ、それは貯めなきゃいけない。フェンリルの100万は変わらないですよね。確かにフェンリルが下がってね、上がる何かが100万に行くわけじゃない。なるほど、じゃあ皆さんしっかり貯めておいましょうね、いただければと。そうそうそう、
では続いてはいよいよはいよいよあここでですね、はい、ハウジングにですねいろいろ今回追加がございますので、はい、それもですねお伝えしていこうかなハウジング今回コンテストをやらせていただいたものから、はい、またいろいろ実装が行われてですね今回も多いんですか、例えばですね、はい、こちらとおあら素敵これはですね、はい、ここがコンテストなんですけどいろいろ自分でこう置くとああこういうふうにできますこういうのもできますよという感じですね、はい、あこれはあの設置例みたいなことなんですかそうですねはい、設置例ですね、うんうんうん、あとですね、こちらはですね結構人気が出そうな、うん、うわハットキャットのですねソファーすごいどう見ても座り心地良さそうですよねねえなんだったらこれ乗って走ってほしいですそうねバスな感じねその勢いですね、うん、すごい皮下線をダメにするクッション間違いないねこれこれでもリアルアイテムで欲しくないああいいですねこれこのデカさね、お高そうですけどまあでもこれあったら結構 あ, いい、ね、あるやんちゃうって思うねこれ、はい、そしてですねハウジングチーム的にはこれ目玉だぞと言ってました、うん、このあら水槽の中の飾りなんですけど、はい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 、あの机読みを意識したものが入るらしくこれは素晴らしく飾ってもあのいろいろ使い方ありますってという話をしておりました確かに確かに。これはなんか会心の出来らしいです。はい。はい、これでまあ、水槽なんですけど ね、ぶっちゃけ。はい。いうのが入るそうです。今回もまた。今回もね、ハウジングアセットね、もうね、覚えてないぐらい多かったですよ。なんかこんなに入れて大丈夫なのっていう。なんかいろいろ新作のものいっぱいありますから、みたいな感じでブワーってあって、とても覚えきれんと思って。はい、今日はいくつかサンプルでご紹介いただきました。やっぱりあれなんですね、はい、その全自動窓ジャンタクが欲しいっていうお声あるんですね。これはね、あの、まあ、僕らちょっとやっぱりいろいろ心配するからさ、はい、そんなもん作ってないで他のコンテンツ作れってすげえ怒られる可能性もあって調子に乗ってそこまで作るのはやめておこうって言ってなるほど作ってはいないんですよね今。もし、まあ、欲しいというお声が多ければ、うん、なんか準備はできているぞぐらいなことらしいです。なるほど。やぶさかではないぞ、我々あそこまで今日ね、いろいろ僕こうかっこいいこと、はい、自分的にはかっこいいつもりで言ったんですけど、怒られる可能性も十分あると思っていたので、一応そこが踏みとどまる線。そうそうそう。ここまでやるともういい加減にしろって怒られる可能性もあったんで、はい、皆さん我が家に窓の力の卓が欲しいぞと。うんそうですね、いう声はそこそこありそうですね、はい、ちゃんと、まあ、それこそさっきのその麻雀というかネット回し機麻雀もそうですけど、はい、何パッチもかけてずっと実装してるわけじゃなくてちょっとずつ空いたコストで、うんうんうん、まあ大間同士もそうやって作ってきましたけど、はい、まあ、そう少人数でそうやって作ってきてるんで、まあ、なんか莫大なコストをかけてるわけじゃない、まだまあ、そもそもエンジン積んでるんで確かに、ね、エンジン分はその別のスーパーなプログラマーさんたちの、うんはい、血と汗と涙の結晶を使わせていただいてるんで、まあ、うまくやったかなと思うんですけど、まあ、そういう意味であのフィードバックがあれば検討させていただきます、はいはい、ではいよいよ青魔道士に参りましょうか。移ってもいいですかね、はい、次じゃあパワポ1を出しておいていただいてる間に私準備をしたいと思います。はい、続いてはこちら新ジョブ青魔道士というなんかこれを見るにつけ、うん、まあ思い起こせば全然違うんですけど、うん、ラスベガスのあの人の姿がこうチラ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 もう忘れましょうそれそれ忘れましょう。意外にあの目のマスクはいい出来だったんだなってこうしみじみ、ね、そうね、はい、確かにこのララフェル大根刺さってますよっていうのを思い出してしまってですね今ちょうどあの文字で隠れてますが確かにそう見えるな、うん、では、はい、せっかくだから、青空の元へ移動してからの方が、うん、いいよね。これそうそうちょっと暗いもんね。そうですねそうですね。
もう少々お待ちください。現在移動しております。パワポって一切ないんだよね。はい、もう今日は実機でございます。ひたすら実機調査です。よー、曇ってるよ例によって。あれ、このコマンド多分大丈夫です。大丈夫、はい、え、変わらないよ。え、嘘だ嘘だ。あ、あ、じわーんってじわーんっていくパターンですか。あれ、なんでじわーんだ。おかしいな、もういいか。そっちがな、世界を。そっちが分かんないです。こっちはね、聞く、はい、聞く、聞く。なるほど、さあ、これ聞いてた。はい、では画面をどうぞ。はい、ゲームお願いします。はっ、やるのか、やるのか。そうそうそう、はい、はい。で、ではですね、青魔導士をまあじっくり。元気がすごい勢い。ちょっと、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。びっくりしたわ今。すごいですね。ちょうどもしかして切れ目だったんでしょうね。天候の切れ目だった。おかしいな。ほら来た。ほら来た。お、晴れていく、晴れていくぞ。あ、びっくりした。俺ぞ神の力はいはい、まあまあこんな感じです。はい、で、じゃあじっくりちょっと説明していこうと思うんですが、はい、お願いします。まず青魔導士は、うん、当然ですけどレベル1から、ジョブクエストを持っている NPC に話しかけると、まあ青魔導士ジョブが解放されます、はい、でなんやかんや、はい、そのジョブクエストの中で、はい、なんやかんや巻き込まれ、はい、なんやかんやあって一個だけ最初にアクションをランニングします、うん、ね、まあ、なんもないと何もできない確かにそうです。そうそうそう、それでお話で、はい、あの一個ね、青魔導士、それはね、水鉄砲という技になっております、うん、なんやかんや、うん、で、あとはもう基本的にこの水鉄砲からスタートしてモンスターと戦い、なるほど、モンスターの技をラーニングして強くなっていくというジョブです、うん、で最初にまず青魔導士になると、はい、お、これがあこれぐらいでいいかな。いいですね。青魔導書というものが手に入ります、はい、メインコマンドから開ける、キャラクターコンフィグじゃねえな、マイキャラクターから選べるようになるんですけど、はい、まあこれは常にね、多分マクロ入れといた方がいいです、うん、で手帳はですね、まあこう覚えられる青魔法が全て載っておりますが、うん、ハテナでございます。当然そうですねナンバー49までございました。で、ここをですね、こうやるとですね、はい、ハテナ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 、おいおい、ナンバー2がいきなり盟友支援ブレイフロックスの野営地ハードって書いてある主な習得場所あ主な習得、なるほど。ラーニングの手がかりはこれしかございません。うん、なるほど、はい、そうか。じゃあブレフロハードのさてなんだってとこからまず、はい、でまあこうね、アマジナハイ遠いアマジナハイ闘技会決勝戦みたいな、ほうとかってことはあれかみたいな、ほう、なるほど。でこれですね、その青魔法がラーニングできる地名がこう、うん、記載されてるんですけど、はい、まあ、基本的にはそれを手がかりにあいつかなこいつかなっていうのを予測して、はい、その場所へ行き戦ってみて、うん、その技を見て倒して運が良ければ、うん、うん、ラーニングって出て、はい、アクションが増える、うん、これが基本的な強くなり方です、はい、でレベルは当然あの他のジョブと同じように、モンスターを倒した経験値でレベルが上がっていくんですけど、うん、この青魔導士
マッチング系が使えません。つまりレベルが上がっても強く、それだけでは強くならないので、うん、技を青魔法を覚えている覚えてないで相当レベルが一緒だったとしても強さが変わるの で、ね、マッチングが使えないジョブになってます。まあ、そのためリミテッドジョブっていう扱いなんですけど、うん、その分だけパブリックフィールドの普通のモンスターを倒すと、はい、ものすごくたくさん経験値がもらえるようになっているので、基本的にはフィールドを走り回り、うん、青魔法をラーニング しようとトライしながらモンスターを倒していくとレベルアップしていくよと。まずここまで大丈夫ですか。はい、でその時にあでね、今の青この青魔法の並び、はい、強さ順じゃないので。なるほどなるほど。いきなりほら2個目50になってるでしょ、まあでね、これ別にじゃあ、うん、番号順に埋めていかなくていい。あ全然それをやろうとするとむしろ詰むんで。なるほどなるほど。こういろいろ見て、はい、低レベル帯のところが指定されてるところからおこれはあそこかみたいな。なるほどなるほど。こう予想しつつ、うん、まあ当然ネットでね情報交換しつつやっていただければ良いかなと思っております、うん、でどう説明しようかな。じゃあ、はい、実際に青魔法を覚える、うん、そのラーニングっていうやつを、はい、やってみようじゃないかと。出箱もなしで注目ですね。コンテンツ担当者からですね、はい、2つだけだったら、うん、試していい、ラーニングできる技を公開していいよと。やったね言われましたので。あまり見せちゃうとね。はい、そうですよね。で今、私この後、マスクカーニバルの紹介もするので、はい、もうレベル50になってるんでジョブ AF 来てますけど、 あの習得に別にジョブのレベルあんまり関係ないです、うん、では、まずずっと例題に出してきた、臭い息を覚えに行ってみようじゃないか。はい、といえば例の方です、はい、雨が降っております。まあ、でしょうねそうですね、さっき降ってましたもんね。降ってました、降ってました、はあ、すごい。でもえ雰囲気は臭い息食らいそうですよね、いかにも、ね、まあまあ確かにね。アメマ同士とかやめなさい。おなんかいつもよりウキ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 に見えますけど、モインモインしてますよ。ちょっと浮かれすぎじゃないですか。ん？あらあらあら。そうですね。光る。すごい目立ちます。目立つ。これはすごい。これはすごい。うん。これいいでしょ。いいですね。ほい、うん、決して片足、確かに左足はつかない。本当に強いポリシーを感じます当然ですが飛ぶわけですよこれ。そうですよね。まあここじゃあれですけど飛べないですけど、あとでじゃあ飛ぶ絵も。ああもうぜひぜひどう見てもゴールドソーサーでしょこれてかこれがさそのものだったらねえ、ははー、さあどうやって入れるのか。なるほど。そうですか、そうですか。なんかジャンプしても優雅ふわ。一瞬左足についているのか。いないよ。お、あんなところに。お、臭い息を吐きそうな。吐きそうですね。やつがおるぞ。でですね。はい。ではここから流れを解説しましょう。うん。まず青魔導士のラーニングというアクションは、はい、敵のモンスターの技を、まあ、学ぶ、だからラーニングなんですけど、うん、学ぶためには当然その相手が技を使ってくれないと、はい、ラーニングできません。そうですね。ですので例えば今ストローパーから臭い息をラーニングしようとした場合、はい、当然まずヘイトを与えて、うん、ストローパーが臭い息を使ってくれないとダメですで使ってくれたやつを浴びる必要はないですなるほど、食らわなくていい。はいはい、何もこう、なんていうの時代錯誤な
体で覚えろみたいなのじゃなくて、はい、見ればいい。見ればいい。なので警戒に避け、うん、倒す。なるほどなるほど。で詠唱中に倒しちゃダメですよ。うん、あ実行までされない。実行までされないと。うん、そうするとラーニングしようかなっていう判定が走るので、運が良ければ。なるほどなるほど。ラーニング。はい。まあ、おそらくこの説明は皆さん大丈夫じゃないかな。はい。ただ当然ですが、もうなんか 2% とか。はい、うん、3% とかを連発してるわけじゃないです。なるほど。ここはい、まあ結構ないい感じで覚えられるぐらいにフィールドのはしてます。何か晩神とかになってくると、はあ、まあそう簡単でもないぞっていうのもまあいるとにはね。はい、はい、なるほどなるほど。はい、では早速、うん、私が持ってるかどうか。フィールドのは比較的簡単って言いましたからね。では多分詠唱も見たいよね。見たいです見たいです。難しいな。おお。これか。あ、殺しそうな気がある。そうなんですよ。50ですか。そっか、レベル差があるとこの問題になりますよね。あ、来た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 。あー、ダバーならばもうこれで、これで倒しても。おきたよ。イエス。出箱はなしです。出箱はな、でも絶対嘘だって思われてるだろうな。すごい、今の吉田さんの語気の強さから本気度をご理解いただけたであろう。びっくりした、絶対来ねえと思う。不正って言われてる、ね。うん、素晴らしい。はい。まあ言ってもいいって言われたから言います。30% です今の。ラーニング確率 30% なのですごい。そんなにめっちゃやらなくても大丈夫でしょ。14で 30% 一発で引くのはなかなかすごいこと。もうね、14の確率かっこわらみたいな感じだもんね。確かに。なのでそんなに苦戦しないですよ、はい、まあたくさんあるんで青魔法、うん、どんどん覚えていってもらいたい。そこそこ低いやんけって、お前の感覚どうなってるみたいなことを今言われてちょっと切なくなってきて。 30% 結構高いでしょ、ゲームの確率で。よかった。はい、でいや今もうほんとマジモンで今なしですけど、はい、じゃあもう一箇所ですね、うん、せっかくなので、はい、あの某横沢から許しを得た。よかった、技を。ありがたい。何を許してくれたのかな、横澤さん。あ、でですね、はい、また目玉。まあそうですね、そうですね。エオルゼア全土、天気悪いですね。で、ここで早速、うん、覚えたので。ああ、そっかそっか。見てみましょう。で、この1個上がるかな。200%入ってますね。ですね、ここをご注目ください。緑の点、青い点がね、ついてますよね。今覚えたやつが、はい、ここに、はい、なんか新しいの増えましたよってのがあるので、押すと、おナンバー28に出たぞと。ナンバー28は、はい、臭い。これ。はい。で、ラーニングすると、出ます。うんうんうん。解説文が。これは何ぞというものが出る。はい。主な習得場所、中央心理、はい。だからこれ、実は覚えてないときは、これしか書いて、中央心理としか書いてないってことですね。最も臭い青魔法と呼ばれているそうです。そうでしょう。フレーバーもなかなか面白い。 で、じゃあこの覚えた青魔法どうやって使うかというと、はい、ここのチェックボックスを入れ、うん、押すと、はい、アクティブアクションに移動します。で、このアクティブアクション、最大25個、全49個の、今回84.5 では全49個の青魔法があるんですけど、うん、そこから25個選んでセットを作ります。24個です。あ、24個か、はい、ごめんなさい、24個セットを作って、登録します、はい。まあ、49個全部はホットバーが死ぬので、そうですね、はい、あとここで自分ならではの青魔法をカスタムして、なるほどね、マスクカーニバルにそうかそうか挑むと。そう、アディショナルみたいな感覚ですね、うんうんうん。で、ただめんどくさいよと毎回、
それ、うん、切り替えるの、うん、というわけでですね、ここに、はい、保存がございます。なるほど、このアクティブセットはまあ現時点で5個まで用意できますので、これは助かりますな。覚えておいて、はい、切り替えると読み込めばここが切り替わるので登録していく。なるほど、はい、いうことになっております。でですね、今ちょうどちょっとでかすぎた。そうですね、覚えましたので、覚えましたので、はい、こいつをですねはめていただいて、お子様も性能まで見せておこうかな。ちょっと画面、はい、一旦生画面にしましょうか。ダメって言われてる。コンフィグをゴニョゴニョしております。なるほど、ダメって言われてないからいいだろうと。はい、まあ、間違ってますね。だよね、言われてない、言われてない。あいつどこだ。あ、ちげえ。あの、あれじゃないですか、 UI のパッドレイアウトのやつですね。あ、そう違います、オプションでいきます。多分あ、そんなことない。あれ、あ、大丈夫だ、この辺、うん、はい、でかくしましょう。そうさ、でもでかくしようと思うとさ、はい、こっちで変えなきゃダメ。そっちで変えなきゃダメ。よいしょ、200%。はい、あ、もうこれは大丈夫でしょう。大丈夫だよね。はい、どうぞ。よいしょ、うん、大丈夫。こんだけ時間食ってもやっぱ見せるなとか誰も言ってこないんで大丈夫。よしよし。じゃあ画面いいですよ。はい、ゲームお願いします。こちら鎖の技、はい、の技自身の前方扇範囲に向かって臭い息を吐き出す。知ってた。範囲内の敵に毒 10% 用ダメージ低下、40% ヘビースロー、暗闇麻痺を付与する、毒の威力10、効果時間15秒、さらに対象を沈黙させる。効果時間1秒。ああなるほど、なんで栄翔も止められますってことですね。習得青のさすが、そっか、今まで我々が散々パラやられてきたやつを、うん、でですね、はい、結構バランスブレイクしてる技多いっす。はい、ご覧の通り、ご覧の通り。でこれ青魔導士さっきお話ししたようにマッチングは向いていけないんですけど、うん、身内でちょっと、はい、青魔二人で ID 暴れてこようぜっていうのは全然できるので、はいはいはい、自分たちで組んで、うん、このね、青魔4人がめちゃめちゃ面白い。面白そうですね、確かに。これはね、めちゃめちゃ面白い。うん、まあ、ちょっとだけ言いますけど、セルフバフをかけてタンクになれる青魔法とかあるんですよ。はぁ、ガーッと。なるほど、なるほど。で、定期的にそれをこうかけて、俺タンク役ねって。で、そっかそっか、ヒールできる青魔法も、範囲ヒールできる青魔法もあるので、キャッハーできます、ね、キャッハーできるんです。だってこれ2秒キャストで、ね、キャストも 2.4 途中の中ボスとかに、はい、こう血の宣告バーンしてお前はもう死んでいるみたいなのでボテッて死ぬんで、なかなかね、あれはねかなり強烈。なんで今までとは違う遊びができます、ね、それをですね、はい、やっていただきたい、ぜひ。面白いですよ、かなり。なるほど、はい、なんで一人だけちょっとタンクやってって、まあそれでさっき言ったように、はい、自分の役割に合わせたそのアクティブセットを作っておいて、まあ切り替えるみたいな感じですね。これ以上言うと横澤がさすがに切れそうなんで、うん、このぐらいにしておきますが、吉田さん優しく言われます。そんなに優しく言われないです。おすごい豪華、メラメラ、いいな。絶対俺プライベートアカウントに乗れないやつね、はい、ピヨン持ってないしね。
そのうち取りに行きましょう。俺98年も97年も取れなかった男だからさ取れないんだよ一生さて、そして今はもう一個の技をくれそうな人のところに向かっとるということですね。アプカル先生。お、アプカル先生。ほうほう、アプカル先生、アプカル先生、技でした。アプカル先生、20%です20%、うん、せっかくですから、うん、習得した、そうですね、そうですね、使っていきましょう。開きました入ったでしょ。本当だ、入った。さあ、使ってきたまえ。あ、どっち、あ、どっちしたぞ。どっちはどうなんだ。見たから大丈夫か。いけ。いやーすごいなー。ちょ、本当に出箱も入ってないからね。これはちょっと事案ですね。本当に入ってないよ。いやでもそうなんですよ、そうなんですよ。私も保証いたしますけど、もう取り返しつかないじゃん。ほら俺今ここは取れない想定だった。またまた取れたからそういうことを。いや違う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 、ほらほらね、出箱ここじゃないでしょって言って3回ぐらいで。くださいよ、その何とも言えない引きの強さを存分に。違う、今のはむしろ外してほしかった。監獄行きだって書かれてる。 20%、 いやー 20% 引いちゃった。これは 30% と 20% を立て続けに引く確率は何パーセントですかっていう。このしっぺ返しはプライベートキャラで食うんですよこれきっとね。そりゃ97で外しますわなみたいな。なんでそこ煽るんだよ6% だって。30% と 20% マジか。ほらやりよる、まあ、それだって98出して負けんだよ。98と99が同時に2人で振って出る確率はいくつなんだよって言いたいわなるほど。でですね、まあ当然今覚えましたと思って。いた、24番、いますよね。フライングサーディン、うん、対象に無属性物理攻撃、うん、インスタントですから挟み込むぞ。本当だ、すごい、はい、対象に沈黙を封じ、ポチって入れると入るんでもうセットする、うん、感じですね。面白いですね、沈黙付き、はいこれがラーニングの基本です。はい、うんうんうん、はい、実際に。あ、魚を吐いて見せていただける。いい吐きます、本当に。いや本当だ、まあ、そうね、そうね、最近は吐くし魚を吐くわ。ちょっと面白いけど、弱えをぶっ飛ばします。あ、なるほどなるほど、はいこれね、全然上洛中です、これ。なるほど。で、おそらく、はい、技の効果は見せちゃダメだけど、うん、こんなのがありますは見せていいものがあったはずなんですよ。なるほど。多分、それは今、たけしあたりからそういう認識ですっていう。あ、ちなみにあれはどうなんですか、うん、あのファンフェス使ってもいいとは言われてるな、これ。あ、見せて OK です。何が、え、アクションの中身見せていい、中身見せて、中身の話かな、それは。使って OK です。使って OK、 されました、はい、はい、使って OK です。あ、ちなみに、はい、せっかくだからさっきほら UI いじって今もいじるから、うん、このままあのこいつこいつ、はこれ今 200% にしてるんですけど、はいはい、そうそう、ここにですねこれ出た、ウィンドウの透過設定というのが、今回 UI の便利機能で追加となります、はい、先日開発ブログでご紹介しました、はい、これをですねこうガーッとやるとですね、はい、今 80% にしました、透過設定、はい、でこれ保存しますよね、うん、でやるとふっすこれ焼き付いたかな、見えてんのかな確かにね、こう画面ブラウン管テレビの画面開けみたいになってる、ね
10日。いやすごい。これは、これはね、アクションヘルプだから、見ながら調整できないけど、他のは当然できますよ。うんうん、じゃあちょっと他ので。確かにね。それはそう。これはそう。しょうがない。まあまあ、こう、俺の存在感みたいなのあれですげえじわった、今。まあ、で、すごいな。これですね。ここに緑の線があるの分かります、うん、はい。ありますね、見えます見えます。これが UI 版おすすめです。限界、あーこの辺までしとけよって。これ以上は投下しても帰ってつらいよ、にくいんじゃないかなっていう。なるほどなるほど、そんなガイドまでおすすめに合わせるとこれぐらいです。あーなるほどね、確かに確かに、これ見える、いいよね、はいはい、向こうも見えるし、これちょうどいい、これぐらいだとちょうどいいよね、はいはいはい、確かにね。で、投下率 100% にはできなくしてあります。うん、なぜかというとですね、どこ行ったか分かんなくなるんですね、これ。ともなので 100% はやめとけっていう話をしたので 100% にはできなくなってます。なるほどなるほど、はい、という UI の便利機能も、のそれぞれの UI のパーツごとにできるってことですね。個別にできます。全部にじゃなくて、これは 50%、はい、これはもう投下しない、はい、これはいいっていうふうに、まあ、もうとにかくこだわる人にはこだわっていただきたい、うん、はい。UI 班はね、麻雀ばっかり作ってるわけじゃないんですよ。はい、UI 班なんです、ね、UI 班なんです、ね、なるほどなるほど。じゃあちょっと続けて、はい、これはだから消さなきゃダメで、そうですね、ちょっと待ってね、準備をするからね、一回戻ってもらえるかな。カメラにしましょう。カメラにね、はい、画面をカメラに、はい、ありがとうございます。あ、いいよ、はい、どうぞ。今デバコマを入れたので、はい、あ、なるほど、強引にラーニングをしてみました。というわけです。はい、増えております。うん、増えてます増えてます増えてます、はい、増えてます増えてます、はい。ちょっとホットバーに入れるから一回また画面を、はい、画面にしてください。不正が流行ってるな。はい、大丈夫ですね。あんま動作をね、触るとヒントがもろ出て、解析班がすごい勢いで解析、やってしまう、ね、いったんこれで。テストするか、はい、うん、こうなってます。でこうなると、上のステータスバフアイコンどこ行ったんだ、これもう出さない方がいいのか、ここまでの情報開示を許してもらえるのか。詳細はやめた方がいい気がします。なるほど、はい、わかりました。これのサイズだけ上げておいて、うんうん、ね、そうですね、見やすく見やすく、ね、はい、はい、じゃあよろしいですよ。はい、どうも。まあ今新しくいくつかの青魔法を、うん、はい、セットしてあります、はい、例えばですけど、こうマイティーガードをつけると、これスタンスになってるので、つけると受けるダメージを軽減し、自身に向けられる敵視が上昇する代わりに要ダメージが低下する状態。なるほど、ディフェンダーだっていう。だからですね、マイティーガードをつけてタンク役をやるっていう、うん、なるほどね、はい、感じですね。確かに、これでタンク役ができる、はいはい、じゃあ残りは誰かを生贄に使ってみようじゃないか、草むらからじゃ分からないよね、ぬん、お、GT ですね、なんでしょう、ターゲットのもの、あはー、なるほど、ヘビーよいしょ、さらに
うん、使え。わあ。どう考えても前方扇範囲でしょ。そうですね。そして長い炎症だ。ああなるほど。PBAE だよね絶対これね。とまあこんな感じで今マイティガードつけてる状態で、まあはい、あのあそっかそっかマイティガードついてるんですね。はい。で当然、はい、青魔導士キャスターですのでロールが、キャスターのロールアクション全て使えます、うん、なるほど。だから、ダンジョンに例えばみんなで行くぞって時は、はい、あのルーシッドとかちゃんと入れて、うんうんうん、MP 回復するためにやってないとでそっかこれ MP 使うんですよね。 MP 使いますよ。そうです、ね、で当然普通にジョブなので、はい、ギアセットもうんうん、動作するし、そ、まあ、そこは全然普通のジョブと同じですよ。まあそれらを駆使してですね戦っていただけるといいかなと。痛い攻撃はアドルを入れてねっていう感じで、はい、ちなみにあの、うん、あれですよね今日まあいくつか見せていただきましたけどあのファンフェスで触れて以来こう話題騒然のレベル5ですとかもこういけるんですか。ですね、はい、ネットでですね、はい、レベル5ですを覚えられそうな場所を予想しようぜというのを、うん、盛り上がりましたよね。大変申し訳ございません。あの例として分かりやすく説明したはいいんですが、はい、うん、あちらレベル60の、青魔法でして次の、我々、はい、結構先までも青魔法を作っておりまして、あ、じゃああるはある、あるはあるよ。 なるほどあるはあるけどすみません、キャップを解放した後の青魔法なんですよね。いや、もともと実はパッチ 4.4 で公開して青魔導士、うん、4.5 でレベルキャップ60にっていう実は予定だったので、ほうほうほう、一応70まではデザインが終わってるんですよね、技の、ね、はい、なんでこう、まあ、まあ確かに、はい、いや例としては確かにちょうどよかったです、ね、すいません、はい、なんでまあいずれキャップが解放されたら出てきます。で青魔導士どうしてもレベルキャップ解放っていうと、はい、あの拡張のタイミングでって思うと思うんですけど、うん、普通にマイナーというかあのメジャーパッチで、はい、解放して徐々に解放していく予定なので、まあ、そしたらまたラーニングする青魔法が増えて、うん、まあ、ラーニングの旅に出て、まあ、これから紹介するマスクカーニバルの内容も更新されたり別の青魔導士用のエンドコンテンツが開いたりっていう風に今その青魔導士として広げていこうかなというふうに考えている、います、はいはい、でじゃあマスクカーニバル行く前に今若干あのチラッとコメントで見えたんですけど、はい、武器どうなるのっていう、あ武器、はいはいはい、武器は、この実機にあるこのステッキのようなものね、うん、まあ、ステッキにしか見えないんだけどこちら青巻き、青の巻き、巻き、はいはいはい、という、まあ、ジョブ専用の、うん、武器になってます。これ、強さが全く変わらないですぶっちゃけ。あ、なるほど。青魔導士っていうのは、まあ、さっき言ったようにマッチングができないので、うん、結局武器がたくさんあると武器を取りに行かなきゃいけなくなるでしょ。確かにね。それはそう。それ矛盾してるので、うん、基本的には防具の強さとアクセサリーの強さで強くなります。うん、なるほど。でこれはさっきも話した通りロールがキャスターなのですで、うん、にたくさん皆さんキャスター装備をお持ちですよ ね、 そうですね。なんでキャスター装備をつけていけば上がります、うん、で他のキャスタージョブと違って、まあ、インテリジェンスで魔法青魔法の攻撃力が上がるんですけど、はい、当然武器の値を見ないので防具やアクセサリーのイントの値、つまりイントの計算式が他のキャスタージョブよりも高く計算されるので、うんうんうん、イント1の違いが他のキャスターに比べると多い。なるほどなるほど。だから最初に青魔導士にジョブクエストでなった時に1本青巻きもらうので、うん、それのままレベリングをしてください、はい、もうそれでいいんですね、はい、で防具とアクセサリーだけはレベルが上がったら取り替えていってくださいね、はい、なるほどなるほど。シンプルなのでもうイントだと思ってもらえばいいです、うんうん、で強力な青魔法を使えば使うほど当然消費 MP が多いので、はい、当然強力な青魔法を連発するっていうのは、う
MP がガス欠しちゃうので、ちゃんと普通のジョブと同じようにローテーション、なるほどね、そっか、青魔法のセットを決めた上で、この青魔法の組み合わせだったらこのローテーションが火力出やすいんじゃないかとか、あとさらに言うと、もうここまで言っていいのかな、特定の青魔法でデバフを入れた上で特定の青魔法を使うと大ダメージみたいな、なるほど、ものがあるので、そこもぜひ皆さんで研究をしてみてください。なので本当に、まあ、リミテッドジョブとは言ってますけど、今までにないタイプの全く新しいジョブになっていますので、はい、ものすごく研究しがいがあるかなと。まあ、当然そのデバフって効く相手もいれば効かない相手もいるわけで、まあちゃんと敵のことを理解して自分の青魔法を考えていくっていう感じですね。はい、はい、それが大体これで疑問は一旦青魔同士単体ではないんじゃない、一旦大丈夫じゃないでしょうかね。うん、大丈夫だよね。でコンテンツ、青魔同士のコンテンツ開放条件は以前もお伝えしましたけど、いずれかのレベルが、あ、ジョブがレベル50になっているが、はい、まず青魔同士に、なるための条件なので、それをクリアしていたらジョブクエストの NPC に話しかけると、青魔同士が解放されます。はい、もう一個あったわ。お、そのジョブクエスト、あ、はいはい、ジョブクエスト、まあいつもね、はい、レベル5刻みでこうそろそろジョブクエスト行くぞ、うん、確かにそうなんですけど、青魔同士ですから、はい、特定の技をラーニングしてこいって言われます。ああ、なるほど、はい、なので次のお前のジョブクエストはこの技がラーニングできた時、うん、来いと。ああ、いつもと違う感じ。うん、なるほどなるほど。だからレベルだけ上げてったところで、はい、いや青魔同士としては別に強くなってないじゃんっていうことなので、そっちで判断される。なのでこれをラーニングしてこいって言われるので、はい、どうこれこれだろう多分みたいなんで、うん、おーこいつかあいつかって、でラーニングできたらそのジョブクエの NPC のところに行って、はい、なんやかんやあってはは、また次のステップへっていう感じで進んでいきます。だレベルはあのフェイトの経験値はいつも通り他のジョブと変わらない、うん、フィールドモンスター あの普通に歩いてるさっきのようなモンスターの EXP がすごい大きいので、はい、普通にラーニングの旅をフィールドでしながらその辺りにいるモンスターをどんどん倒し、青魔法で倒していってラーニングをしつつ、フェイトがあればフェイトに参加するっていうのがいいと思います。なるほど、ああそうですね、はい、確かに確かに。でさらに今回ですね、青魔法のそのラーニング判定は、うん、パーティーの中に複数青魔同士がいた場合、はい、多分あると思うんですよ、うん、ラーニングツアーあるでしょうね。4人でラーニングツアー全員が覚えるまで行きましょう、ありがちで、あお母さんに呼ばれたので落ちますねみたいな、でまあいくら、まあ、何でもあれなんで、今回はパーティー内に複数の青魔同士がいたら、はい、誰かがラーニングしたら、うん、そのパーティー内にいる青魔同士全員ラーニング、ちゃんと判定をクリアしてればですけど、あーラーニングするようになっています。なるほど、お優しい。はい、それは休養を思い出す人とかもいる可能性があるので、誰か一人が判定を引っ掛けてくれれば、うん、その代わりちゃんと自分もその技を見てないとダメですよ、はいはいはい、だからぼったちしてて一発も殴ってないみたいなのはダメですけど、なのでみんなでワイワイラーニングしてもらいたいっていうのが僕らの青魔道士の思想なのでそうしていただければ嬉しいです。はい、はい、青魔道士はねやっぱ育てること、まあ特に今回レベル50までの最初なので、うん、あんまり本当確率めちゃめちゃシビアにとかはしてないです。とにかくワイワイ楽しんでもらいたい。でこの先またキャップ解放していくと当然きつくなってくる可能性はありますけど、はい、初っ端からそこまでやるつもりはないので、はい、とにかく楽しんでもらいたいなと思います、はい、そうですね、8人コンテンツとなったら4人ずつ交代するとかがいいのかなとは思います。はい、以上、一旦その、はい、ではこのままマスクカーニバルへ向かってご紹介いただきます。画面そのままで大丈夫ですね、ちょっと一旦戻しましょうか。はい、そして覚えた青魔法を駆使して
まあ、そのコンテンツ、マスクカーニバルをご紹介いただきます。で、ね、はい、マスクカーニバルは、はい、レベル50になり、たくさんの青魔法をラーニングした青魔導士用の、うん、ある意味、チャレンジ、エンドコンテンツのような遊びです。うん、はい。まあ、今の場所ぐらいいいかな。どうぞ、画面。はい、じゃあゲームお願いします。うん。マスクカーニバルに参加する場所、まあ、ブルースカイと呼ばれるんですが、はい、こちらを採掘師ギルド前に置いてありますので、もうこちらに向かっていただいて、はい、うん、ここにブルースカイの前にいた、はいはいはい、いらっしゃいます。紳士がいらっしゃる。話しかけるとですね、まあ、マスクカーニバルについて聞く、はい、まあ、これ聞くといろんな説明を当然してくれるんですけど、はい、まあ、今日は僕がいるので、はい、ほう、なんかまたなんか出てきた。これは200バージョンだ。でかすぎ。4K じゃないと無理。こんなもんかな。はい、マスクカーニバルというのはこういうコンテンツ型になっていて、はい、まあ、1問目というか、これをステージと呼びます。1ステージからほにゃららステージまで用意されてます、はい、これを青魔法を駆使して、うん、ステージ突破していくっていうのが青魔法、あのマスクカーニバルになってます。で、あの皆さんシアーハートアタックとかで盛り上がって早くも、ね、ますけど、まあ、盛り上がるんですよね。わかりますわかります。僕もあのプレイヤーの皆さん側だったら、ね、言ってます。そしてジョジョの技を叫んだりしてると思います。で、あのこちら、はい、これをステージって呼びます、はい、でステージの中にはフェーズっていうものがあります、うん、コンテンツよくね、あのバトルコンテンツ行く方だと何々フェーズって言うと思うんですけど、フェーズが一つしかない、フェーズが一つしかないものから三つのフェーズに分かれているっていうものまで可変です、はい、ステージによりけりです、うんうん、で、このデビューマッチは、まあ、青魔導士としてのマスクカーニバルデビュー戦なので、フェーズが一個しかなくて、うん、で必ず登場するモンスターっていうのはもう全部あ示される示されてます。で、そしてこう選ぶとですね、どんなその攻撃があり、はい、耐性は何で、うんうん、弱点がある場合には弱点属性が記載されます。ほうほう。でさらにですね、このモンスターはこれらの状態以上は無効ですよっていうのが先に出ます、うんうん、だから問題のような感じですね、はい、これを手持ちの青魔法を組み合わせて、うんうん、勝ち抜いてくださいというのが、そうです、ちょっと今まるで将棋だなっていうコメントがあったんですけど、そう、詰将棋のように、だからこれを3体同時に来るとやられてしまう可能性があるので、はい、こっちはバインドして止めておいて、あ、先に弱点属性で A と B を倒してからもう一回バインドしておいて、で A 将を始めようとしたら沈黙を入れてみたいな感じで戦っていくっていう感じですね。そうかそうか。当然あのだんだんステージ上がるごとに難しくなっていくので、はい、このブルー、マスクカーニバルのヒントというか問題を見て自分で青魔導士を作っていくというか、うん、そうか、それ用の、アクションセットを、そうです、組み立ててという、そうですそうです。なるほど。で、例えばですね、プリンアラモードですね。確かにステージ2プリンアラーモード、うん、3色のプリンが、おります。見えております。でこちらはフェーズが複数ある、はい、でこのフェーズいやアラーモードなんで確かにさらに違う色が来たもうプリンはプリンなんだよな。そうですね。でこちら、属性を覚えてもらおうという意図があるので、弱点属性がこう出てます。アリーナプリンは風属性が弱点、はい、弱点が氷、土。だから
いろんな属性の青魔法を持っていくと、うん、あっという間に倒せるんじゃないかと。ただし、うん、このフェーズ1とフェーズ2、フェーズ1を突破すると即フェーズ2が始まる。なるほど。だからちゃんとフェーズ1とフェーズ2の中身両方見て、そっか、全部を勝ち抜くセットを作っておかないと、フェーズ1だけ倒せてもステージクリアにはならないので、はい、なるほどなるほど、フェーズ1とフェーズ2両方を突破できる青魔法の組み合わせを考えて挑むで、これペナルティは特にないので、はい、どんどんチャレンジしてほしい。なるほどなるほど。クリアできるまで何度もで、手持ちの青魔法が足りないと思ったら当然ランニングに行けばいいし、うん、でパーティーにしてないっていうのはやっぱりこういうピーキーな属性を使った遊びとか、はい、いろんなことをやりたいと思ってるので、青魔同士に関してはそのリミテッドジョブという形を取ることで、今まで14にできなかった遊びっていうのを作っていくよそれをみんなで情報共有して楽しんでいく。で時には最初からパーティーを組んで全員青魔同士にしてむちゃくちゃやりに行こうぜっていうことができるようにしたい。だこれもまあちょっとドマ式マージャンとは全然方向性というか意図は違いますけど、そういう遊びをリミテッドジョブで作っていきたい、これからも。なるほど。っていうその第一弾が青魔同士です。なんかあのコメントが何ありまして、ええ、ああなるほど、ああなるほどなるほどね、そう勘違いするからってことね。さすが横澤さん、なるほど先ほどのラーニングの、処理判定を分かりやすく説明しようとしたらですね、お前真逆言ってるからあの訂正しろしてくれっていうのが来たんで、さっき僕パーティーメンバーの誰かがラーニング判定を引っ掛けるとって言いましたが、それだと8人でやった方が得じゃんって勘違いされるから訂正してほしいと、うん、はい、判定はモンスター側がしてますよと、よしラーニングさせていいぞっていうのを死ぬ時によしお前ら免許改伝だって言って倒れていくそうなのでまあパーティー内に青魔同士がたくさんいりゃいいってわけじゃないですよっていうことを伝えてくれと言われましたので、はい、はい、パーティー単位で判定してると思ってください、はい、確率自体は一緒ですね。だから、はい、今知れてよかった。横澤マンらしいらしいですね一見優しく見えて 30% に変わりはねえのかっていうそういうことです、はい、僕の説明が悪かったですね。確かにそうだと思ってたよっていう勘のいい方もいらっしゃいますねはい、ということになっております。とりあえずフォローはそれだけで良さそう、はい、で、まあこれが多数存在しているのでこれを突破してください、はい、でまたですね、これ見えるかな、右上に標準タイムとか高記録タイムってあるのが見えると思うんですが、こちらをですね突破していくとボーナスがかかったりします、はい、報酬に、あ、なるほどなるほど、リワードに。そっか。でさらにですね、こちら全部やっちゃったらしばらくやることないじゃんってあるんですけど、うん、ウィークリーターゲットっていうのがあって、ウィークリーはでこのマスクカーニバルのこのステージをウィークリーターゲットとしますってなると、うん、さらに複合条件で一度もダメージを受けずにクリアとか、あはははなるとウィークリーに一度だけもらえるリワードとかっていうのが、そうなると、はい、より弱点はつかない、ついた方が良くなるしとか、うん、そういうことになるわけですね、うん、これそのまあだから一撃ノーダメージでとかいうの結構難しいですよ。だからちゃんと状態異常で今まで14だとあんまり役に立ってなかったヘビーとかちゃんと使っていかないと、あとまあノックバックとか、うん、でまあ確かに問題作るの大変そうってあれなんですけど、まあ、やっぱり14のバトルチームってその8人で戦ってバランスを取るっていうのをかなり論理的にやってるスタッフが多いので、ええ、あの数人やっぱりきっちり作れる人がいるので楽しそうにまあ意地悪な問題を作っていったりしてるみたいですね。きれいに論理的に基本的には解けるように作ってるって言ってました。そうですよね、必ず解があるわけですから、はい、というわけで
あとはもう本当にあのパッチ 4.5 から1週間で空きます、うん、もうここから先は本当にプレイをしていただいた方がいかに触り心地は14のジョブだけど、なんだろう、こんなに変わるんだっていうのを触ってもらえば本当に分かるようになっていて、うん、まあ僕もずっと先週かその、まあ、どこで何をラーニングできるかっていうのを、まあ、開発資料見ずに夜中やってたんですけど、やっぱり楽しい。自分で予想して、うん、その予想が当たってラーニングできた時、はいはいはい、当然確率だから一発でこう、そうですよね、覚えないからこいつじゃないのかなでもな、いや20%だったらな、最低しか試行回数5回はやらないなとかこうブツブツ言いながらやって、4回目とかにバーンってラーニング出るとやっぱりなみたいな知ってたわ。そうそうそう、でまあこの先はちょっとねネタバレもあるんでもう見せないようにしますけど、そうやって本当に今までにない遊びに仕上がってますんで、ぜひ、あの無理に、あ、ちなみにあとマスクカーニバルの全クリア報酬って、はい、例えばマウントとか、うん、そのおしゃれ装備とか誰もが欲しがる装備には今回ものにはしてなくて、うんうんうん、そうなるとジョブなのにやらなきゃいけないもの感がやっぱり出ちゃうので、なるほど、他のジョブと同じようにこのジョブ触ってみたいなと思った時にやっぱり触ってみてもらいたい、うんうん、今回はね特にスタートだから。で青魔導士を完走してる人っていうのがたくさん増えてきたら、はい、じゃあみんな楽しんでくれてるんだったら高難易度の例えばマスクカーニバル追加したので、うん、その時はマウントを例えば用意しますよとか、そうじゃないとやっぱり早く欲しいとか早くやらなきゃっていう風になっちゃうと思うので、それだとやっぱりジョブとしては本末転倒だなって思うから、うん、最初は青魔導士のこう持ってて嬉しい、はい、まあ、そのものにしてあるので、おそれ持ってる青魔導士ってことは全部クリアしたんだねっていうのが分かるように、うん、まあ、あとはその称号とか、ね、はい、用意してあるので、やっぱ青魔導士を極めたっていうところまでが今回のリリースになってます。はい、はい、という感じで、うん、よろしいでしょうか。はい、青魔導士と、うん、青魔導士専用コンテンツマスクカーニバルのご紹介でした。はい、ありがとうございました。いや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 、いやこれは面白そう。大変、これを説明するの大変確かにあの1週間これはさ1年ぐらい14やった気分になる全部やプレイしてたよ、だって確かに確かに、これはなかなかね1週間空けていただいて何よりです。そうね、これは本当に1週間だから焦ってやるっていうよりはいろんなパチオンテンゴ、うん、本当にいろんなものあるのでメインジョブ一通り遊んでそろそろ手出すかっていう気持ちで遊んでくれて全然構わないと思うので、うん、そうですね、はい、本当に俺は本当に面白いんで、あのとにかくみんなで青魔導士になってダンジョン行ったりね、コンテンツがもう楽しみでしょうがないんで、うん、はい、はい、といったところで今日のところは大体行ったんですが、うん、あの先ほどはい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 、HUD の投下を見せていただきましたけど、うん、もう一個あの開発ブログでちょっと言及されていた、はい、あのグルポガネって、うん、ああそうやね、じゃあちょっと待ってね、どうなるのかな大変気になっております。じゃあフライングを見てもらうために、あ、そうでしたね、さっきそんな話もしましたね。お、飛ぶぜっていう。じゃあまず先にシステム周り行く前に。はい。いいですよ。はい、ゲームお願いします。うん。まあ先ほどご紹介しましたね。はい、なんか出てきた。ほはあ。でもまあ理にかなった飛び方をしてらっしゃる、バルーンに釣られたバルーンみたいな。これは持ってたらあれですよ、すごいですね。これがクロスワールドワールド間テレポが入るとモブハントのインフォがあるとこれがめっちゃ飛んでくるわけですよ、ブワーって確かに気球飛んできたわって、うん、これそう夜間の
集合には目立つこと間違いなし、ねえ、はい、これはすごい、すごいですね。ちゃんと集合、いやいいですね、これはいい、これはいいよね、うん、数いるとすごいな、ね、そんなにね数乗れないんじゃないかな確かにこっちはそうですね、うんまあ、という感じですね。はい、ありがとうございます。で、じゃあいくつかシステム的なアップデートも結構入っているので、はい、ご紹介していこうと思うんですが、こいつ曇っていこうとしてる気がする。そうですね、なんか嫌な感じを受けるよね、はい、こっちでいいかな、うん、グループ A 行こうかな、まずほい、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、あ、なんでも、なんでも、そう、Gポーズ打っちゃいいだけなのに。まあ、はい、いつも通りね、呼び出しました。まずですね、はい、14時間あの生放送でもいただいたんですけど、あのキャンセルした時に誤って抜けてしまって、あの、そこいただきましたね。全てやり直しが辛いということでですね、はい、あのグループに終了します、はい、家を、うん、すみません、つけました。はい、よかった、はい、でもってですね、はい、今回ほいこのほう絞り値に F 値がついた、マニュアルフォーカスというのが入りまして、これをオンにするとですね、あ、はいはいはい、フォーカスをですね変えられます。あら、今わかんのフォーカスあるところがずれてってるんですよね、これね。これを一回地面の草を見える状態でマニュアルを動かすとピント合うところだけくっきりすると思うんですよね。こうですね、今手前に来てるんですけど、じわじわと難しいですね、スイッチじゃないと見えないですね、ゆっくり、今ほらキャラにあってキャラの後ろに今行ったなんだろうね、今向こうの NPC に合ってますよ ね、こっちにフォーカスいってるよね、はい、画角をそのままにピント合う位置を手前から奥かっていうのをいじれる、マニュアルでいじれる、マニュアルでスライダーでいじれる、これはねすごいことですねいつ使おうかっていうのを考え出すやつですけど、はいはい、いやすごい、さらに、はい、まだございます。ですね、はい、水に濡れた表現なんで、ちょっと待って、水に濡れた表現をですね、はい、本人にいきなりこう、あ、はい、このキャラ分かる？濃くなった。そう、このツヤツヤね、はい。はいはい、濡れてますね。ベッてあるとね。乾くんです、ね、もう、あ、なるほど、なんだこれなんだこれ、あ、なるほど、そっか、違和感のない絵を作れるようになるということですね、はい、でですね、なんと全員を濡らすとかもある、はい、その場にいるやつ、なるほどなるほど、全員みたいな、ははまあいないんで今一人ですけど、でターゲットした人だけ濡らす、はい、ターゲットした人だけ乾かす、細かい、なんなんだかな、まあまあこれもほら、フォーティンドボイ軍だシリーズですよ ね、うん、ね、さらにですよ、はい、あれ、おお、はい、マジで、はい、それはいいですね、変えれるようになります、これって、このグループ空間の中でできてるだけですよね、はい、これはいいと思います、恥ずかしくない
そのグループをしたいからって言って一回やらなくて大丈夫で、これ、はい、あれ元そもそもやってたのなんだっけ、はい、あるじゃん、あの入るときに、そう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 、はいはいはい、上書きエモートの解除ってやるとね戻るんですよ、ね、あ、なるほどなるほど、上書きしてます今と、はい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 、もともといた世界に何してたかに戻れるってことですね、はい、素晴らしい、バカなんじゃない、なるほど、へえ、これはいいですね、うん、まあ、もう取ります、はい、取りますし、濡れた表現も解除します、うんうんうん、こちら、グループポーズの新機能でございました、はい、こちら 4.5 ですね、 4.5 です、こちら 4.5 と同時に、実装でございます、ご期待ください、まあ、他にも、はい、システム関連、まあ、UI ですでにブログで公開してたりもするんであるんですけど、はい、実はハウジングに結構大きなあのシステムの変更が入ってます、はい、これコンテンツじゃないのですごく説明しづらいので、うん、ちょっと僕の方から口頭で説明させてもらいますけど、はい、ハウジング の、操作が可能なうん、オブジェクトあると思うんですけど、電灯とか、なんてさっきランプとか、そう、あれを総称して、そう、それそれ、どれ、なんだっけ、もうダメだな、年で、そうそう、まあ、矢印が出てるやつだよ、そうですね、開発でね、総し、アクセス化、アクセス化、そう、アクセス化で、そう。そうそう、ずるいな、はい、カンペを見たらやってきました、アクセス家具、アクセス家具ってありますよね、あの矢印ついてるやつ、はい、あれすごくパカパカするじゃないですか、うん、よくあのたくさん置くともうで、せっかくあれでハウジングの絵作りをしてるのに出たり消えたりしちゃうと思うんですけど、はい、あれの表示、アクセス家具自体の表示とアクセス可能うん、判定っていうのが1個になってるんですね、あれアクセス家具だから、はい、今回このアクセス家具の表示とアクセスする、判定を分けて処理するように変えたので、うん、一番遠くのものはその描画優先順位に引っかかれば消えますけど、うん、基本的には消えなくなります、うん、あー、なるほど、見た目がバシッと見える見えないは普通の家具、普通の家具と同じ判定をするようになりました。で、近づくと矢印が出ていく、うんうん、だから見た目は崩れなくて、すごい遠くのやつは矢印が出ないので操作できないので、近づいていくと矢印が出ていくっていう、もともと一つのオブジェクト管理をしてたものを表示とその操作っていう判定の2つに分けて、それぞれ独立して処理するようにしたので、アクセス家具で絵作りしてる人が絵が崩れて困るっていうことはなくなります。いいですね、はい、内装家の皆さんは大歓喜じゃないでしょうか、うん、でこれがまず一つと、はい、もう一個、ハウジングで家具をこう置いているときに、うん、次にログインするとずれてるっていうのが ありますね。微妙にずれてるってあると思うんですね、はい、で、あれってなぜかというと、その処理パフォーマンスを向上させるために、うん、家具の位置座標っていうのを、まあ、曖昧に、まあ、曖昧にっつっても相当フォーティン厳密にやってるんですけどやや曖昧にしてた、はい、ただ、まあ、もうこれだけハウジングを皆さん楽しんでくださってるので、もう内部をさらに最適化して判定精度を上げましたので、ぴったり、合う状態になります。判定精度を上げたので、ただこれ今これによって今実はサーバー上の判定よりずれて置かれてる実は、うん、だから みんなは意図した通り置いてるんだけど、サーバー内的には実はちょっとずれてますってやつがぴったりになるので、あ、なるほど、ログインするとあれなんかずれてるって感じる可能性があります。あ、なるほどなるほど。でそれはすいません、調整してくださればもうずれないので言ってる意味分かります。
ぴったり置いてると思ってたやつが実はサーバー判定的には曖昧にずれてたっていう場合があるんで、一旦はい、一旦ちょっともしかしたらずれて見える場合があるので、それはちょっと手修正してください。でそこさえ直せばもう金輪際ピタッといくよということですね。でこれでまあ俺が言うのもなんですけど、なんだろう、浮かせ技を使ってたのがもしかしてそれだけ正確に判定されるとなって、うん、ついに修正かみたいなあるのかもしれないですけど、まあ浮くんじゃないかな、ハグは。なるほど。魔法のようにね、それはそれとして浮くのは浮くんじゃないかな。ので、楽しみは、いろんな遊び方はそのままに、はい、なんだろう、より精度高く、デザインとかね、取ってもらえるように、やってますんで、はい、まあ、そういう描画周りとか判定周りのすごく地味なところっていうのもプログラマー一生懸命やってくれてますんで、コンテンツでは確かにないんですけど、より一段ね楽しんでいただけると思うので、うん、ぜひそれも楽しんでいただけたらなと思います。で1個だけ最近なんかすごい異次元空間みたいなバグもあるんですけど、うん、基本的に、僕らバトルコンテンツもそうですけど、プレイヤーの皆さんが不利益にならない限り、もしくはそれによってサーバーがダウンするような致命傷じゃない限りは、楽しんでいるなら基本的には、はい、目くじら立てて修正しようとは思いませんけど、あの手のものってやっぱりサーバーをクラッシュさせる可能性があるので、あんまりやりすぎると修正対象になるの で、 控えとる、ある程度で控えてもらった方がいいかなとは思います。はい、はい、でこれに付随してごめんなさい、もう一個だけあるんですけど、お願いします。先ほどの、表示の判定と、はい、そのアクセス家具のアクセスできるかどうかの判定を分けたって言いましたよね、うん、その時にいろんなものをきっちり今回見直して、キャラクターの描画優先順位、はい、人がすごいたくさんいた時に、うんうん、14でよくヨシピー散歩とかやると、はい、まあ、放送見たことある方だと分かると思うんですけど、カメラを振ると、うん、ものすごい塊でこうブワッて人が表示されたと思ったら、塊でゴッて消えるじゃないですか。あれも全部こう綺麗に360度じゃないな、カメラにと距離に対しての処理に今回最適化し直したので、自分を中心にそのこう広がるように見えるようになります。あ、なるほど。ブロックごとじゃなくて、はい、あれってそのここから先技術サーバーの技術的な判定まあ、なのですごく細かくさらに判定するようになったので、はい、自分を中心にこう同心円状に見えていくようになります。ただ4CP 散歩の場合ちょっと困ったなと思うのが、すげえ人が集まると、うん、ここにゴジャっていて他誰もいないっていう絵になるんで、あ、確かに確かに、そうか、遠くが見えなくなってくる、そうそうそう、たくさんいすぎるとね。だからまあ見え方思いっきり変わるので、それは、まあ、そこもねかなり検証したんで多分大丈夫です。なので一気にそれ、見え方変わってきますんで、ただこれの方が正しい処理だと思いますし、より綺麗に人がその、はい、見えていくと思うので、そういったもう根本的に、ね、もう思えますけど、最適化もしつつよりよくその14自体全体を楽しんでもらえるような工夫っていうのも続けているので、そこはプログラマーのためにコンテンツでは本当ないんですけど、お伝えしておきますので、いろんな方面で楽しんでいただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。といったところで、うん、きっとまだ細かいことを言い出すといっぱいあるんでしょうが、あとはパッチの音かな、はい、そうですね、はい、といったところで、パッチ 4.5 コンテンツ特集パート2はこのぐらいにさせていただきたいと思います。うん、そして、この先は、うん、PLL 恒例のお知らせコーナー。お知らせコーナーに参りたいと思います。今日のお知らせはなか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 ですよということで、まず1個目からですね、早速参りたいと思います。はい、最初のお知らせこちらです。画面どうぞ。ドマ式麻雀を実装を記念しまして、急遽ではありますが、あさって23日に、生放送をやろうと思っております。緊急開催ドマ式麻雀実装記念 FF14 年末麻雀大会ということで、吉田さんと開発メンバーとゲスト、
がリアル麻雀でゆるーく対局。これしかもね、ドマ式麻雀すら使ってないですよ。本物の、麻雀を、打ちます。これ対局配信用の特別スタジオから、あのよく麻雀番組であるような、ね、そうですね、あの麻雀番組とか大会とか、はい、プロの大会で使ってるスタジオから、はい、我々ただの素人がゆるーく対局するのをプロの解説付きでなんだこれ、プロの解説付きで気楽な麻雀放送をお届けします。気楽かな。おお、なるほど。でそしてルールを説明しながらの放送となりますので、麻雀未経験の方もぜひご視聴ください。僕らとしてはドマ式麻雀実装する前に、この番組でその麻雀というものを知らない方にも知っていただいて、せっかくだからスムーズにドマ式麻雀を楽しんでいただこうかなと、で、3択やります。 A 択で勝った2トップと B 択で勝った2トップが激突するみたいな。なるほど、お前ら打ちたいだけだろ。こちらあさって12月23日日曜日の午後2時14時から、放送開始予定となっておりますので、そちらからご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。でですね、それに伴ってですね、企画がございます。はい、続いてのお知らせです。どうぞ。ドマ式麻雀牌一式プレゼントのお知らせです。こちら先ほどお伝えした年末麻雀大会がニコニコ生放送で行うんですけれども、このニコニコゲーム公式ツイッター画面にありますが、こちらをフォローしていただいて、まず本麻雀大会の告知ツイートをリツイートしてくれた方から1名様、そして本麻雀大会の番組中、23日ですね、番組中にコメントをしてくれた方から1名様に、写真ありますが、こちらのドマ式麻雀牌一式をドーンとプレゼントしようという企画。これはですね、我々が作ったんじゃなくてですね、はい、今回ドワンゴさんにこの企画を持ちかけたところ、はい、ドワンゴさんが作りましょうかって聞いてくれたので、え、マジですか、作ってくれるんですかって言ったら、いいですよって言ってですね、はい、作ってくださったんですよね。で、まあ、作ってくださったんで、じゃあ皆さんにプレゼントしましょうということで、これだから全然公式グッズじゃないんですね。あの、ここにしかないですよ。そうなんですよ、ね。ここにしかないです。まあなので2名様にですけど、はい、まずこの放送のツイートをぜひリツイートしてください。皆さん。なんですね。これあれなんですよね。ドマ式麻雀牌ということは、うん、ゲームの中のドマ式麻雀牌のデザインです。この図柄なんですよ、ね。はいはい。はい。で、あとはその番組中にコメントをしてくださった方から、はいね、はい、プレゼント差し上げますので、ぜひですね、うん、あのこの番組を拡散していただきたいのと、ね、まあ、実際あの見てもいただきたいということ で、ね、ゲストが今ザーザーしておりますが、はい、そうですね、我らがスクエアエニックスの、取締役出たがりおじさん、あの斉藤陽介が、ゲストで、やってきますので、まあ、僕とね、斉藤さんがわーわーやるのは、そんなにね、何度もやると、毎回事故るんで、はいはい、まあでも、やりましょうよってことで、はい、まあ、当たり前ですけど、うん、開発の皆さんが麻雀打つとこなんて、めったに見れない話だと思いますんで、あのこの機会にぜひ皆さん、みんなで見ながら、わーわーすればいいんじゃないかな、はい、というわけで、急遽ですが、あさって。あさってです。はい。はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、続いてのお知らせです。続いてはこちらです。はい、4.5 パッチノート朗読会です。先ほどもお伝えしましたが、メンテナンスが前日、2019年1月7日、月曜日の夜になっておりますので、現在のところ、1月7日月曜日の午後9時、21時から、パッチノート朗読会を行う予定です。うん、なのでこちらぜひ、みんなで年明け見ながらお待ちを迎えようじゃないかということですね。はい、ということでよろしくお願いいたします。そして次です。続いてのお知らせこちら、はい、先日ツイッターで情報出てました、ローソンからあげくんとのコラボが決定いたしました。やったね、これね、すごい、これね、はい、ファイナルファンタジー14チーム完全監修って書いてあるじゃないですか、うん、はい、あれね、あー書いてね、祖剣正義って読むんですよ。祖剣正義完全監修、うん、そう、だって俺
味見もさせてもらえなかったもん決定したやつでこうなりましたって、限定フレーバーの唐揚げくんが発売決定いたしました、はい、でそちらがニンニク焦がしマー油味リミットブレイクフレーバーということで、こちらが2019年1月22日より発売販売開始なんですが、今日なんとサンプルじゃない、これ試食できる、そのまま本物、そっけんね、こちらこんな、あら、かわいいかわいいパッケージ、中身入ってますよ、ほら、またさ、このポンポンむしれるのがすごいよねそうね、ポンポンむしれるパッケージになってる。おはようございます。あら、ソケンさん椅子が長くて申し訳ない、これはソケンさんの完全監修なんですね。そうなんですよ、実は、はい、こだわりなんかぜひ、ローソンの、はい、キャラクター、宣伝マスコットキャラクターのアキコちゃんっていうやつ、アキコちゃんに直々に、連絡をいただきまして、ほう、そんなに唐揚げくんが好きなら、まあ、確かにくん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 言ってるけど、じゃあ作りなさいよと、ほういいんですかって望むところだと、で、14チームに、そんな話があるんだけど、よし分かった、作れと、ということで、作らせていただきました。こちら、はい、皆さん渾身のですね、はい、僕が言うのもなんですけど、はい、めちゃくちゃうまいっす。だってすっげえ匂いする、すごい匂いします、ね、まあ食べてくださいよ、まずは何はところだ。でもさ、これ見せたらまず、このまあまあ、まずはいいの、まずは映り込んだよ、いただきます。まずは食べて、なあ、前でしょ、前でしょ、すごいね、この MC 2人が飯食い出すってどのフレーバーよりこれうまいよな。あ、これおいしい、そうでしょ、これね、いや、実はそのこれはいいや、まあ、今までね、こう、はい、開発してる、その味開発してる会社さんいるんですけど、はい、まあ、なんか大体その一つのね、このパッケージに、まあ、いくつかこうフレーバーの種類を作って、で、まあ、いかがですかと、まあ、やってるらしいんですけど、僕監修のこの、今回のリミットブレイクフレーバー、過去最高の試食回数を重ねまして冷めてもうまいとくないと嫌だとか、もうとにかく俺文句言ったんですよ。これってかもう、そう、好みがこれ実は今我々これ冷めてんじゃないんです。めっちゃうまいね、これ冷めててもうまい。そこにはその開発の方がじゃあこうすればいいんじゃないですかって結構向こうも全力でやってくださって。あ、そうなんだ。こんなやつに声かけんじゃなかったって後悔されなかった。それ大丈夫だった。最終的にはちょっと発売時期をちょっとまたいでしまったんで、季節が変わっちゃったんですね。そこまでしたの、じゃあ夏やろうかって言ったんだけど、ちょっと、まあ、ちょっとじゃねえじゃん、まあ、冬になってしまったんで、ちょっと季節が変わると、味の感触変わるんで、すいません、もう一回試食やらせてもらっていいですかって向こうからお願いされて、ほう、望むところだってことで、それでもう最終的に何個ぐらい食ったの、トータル。トータルです、そう、いくつだろうね、全多分23個の、味を作っていただいたんで、で1つに、まあ、5個入って粒2個だから、140ぐらい食いましたねこれさ、でもマジ本当に冷めてもうまいですし、これ正直ゲーム開発者大好きな味だよね、これ絶対。そうなんです、ね、そうなんです。夜小腹空いて食ったら、そう、満足感ありますよね、この味。これは本当に美味しいです、はい、そして、こちら見えんのかな、だいぶ寄っていただいて、あ、見えますね、はい、だいぶレアですけども、はい、メテオマークの入った唐揚げくんも、メテオマーク刻印がついた、はい、この時期だけ、うん、なのでこれを、引いた人はきっとその日、ロットで99が出るではなかろうかと、マジか、思われますね。そこで使い果たして1位ってほしい食べちゃう、あ、すげえ、これマジうまい、うまいっす、あ、やっぱうめえな、いや、食ってみたかったんですよ、この味を。いや、でも本当にうまいね、ニンニク焦がしマー油味、これは絶対うまい、だから、まあ、リミットブレイクフレーバーっていうのが恥ずかしい人は、はい、ニンニク焦がしマー油味くださいって言えばいいんだよね。そうですね、なんか、白いポンポンくださいって言えばいいんだよね。まあ、なるほど、なんか、噂によると、これこの商品含みでお会計をすると、お会計完了時に、何やら素敵なサウンドが鳴るらしい
しかもなんか2つあって週によって変わるとか、はい、あの無理を言っていろいろ仕込んだんですね、はい、うん、1週間ずつ音を変えてくる、変えると、はい、らしいですよ、はい、多分それで店内でピクッてした人がいたら、おいつもかって、うん、絶対非課線ですね、それ、うん、分かるとなるほどねということになっております。じゃあローソンの皆さんもノリノリでやっていただいて。そうなんですよ、本当ありがたかった。だって会議室入って、あ、どうも初めまして、サウンドの祖健と申しますって言ったら、知ってますって言われます願えば叶うもんだね、世の中ね、こんなことあるんですね、うん、続けてみるもんですよ、うん、いや、マジでうまいな、これうまいっしょうまいっしょ、癖になるじゃん、これ、うん、すごい、だって試したもん。まあ、1月の22日から全国のローソン発売開始です、はい、みんな食べてください、ぜひぜひ。こちらなくなり次第販売終了の数量限定品でございますので、マジか、早めに22日になったらば、うん、買ってください、すぐ買う、とりあえずすぐ買う、めっちゃうまいから、うん、いや、ほんとうまいですよ。じゃあもしかしたら行ってみたら、その日売り切れっていうか、その瞬間売り切れじゃなくて完全にもうない数値っていう可能性もある。ある。場合によっちゃありえる、ね。お店によっては、うん。ってことだよね。はい、ただし、できますよ、はい、その買い占めたりとかしちゃダメですよ。皆さんが美味しくいただけるように、節度を持って買いましょうね。うん、だって夜中にこれがなかった時のショックなんかもう俺何百回と味わってんからね。お前でも多分、ケースね、お前多分下のローソンまた食らうぞ、これ。そうです。それ言っておかないと。それ俺が監修した味だから、取っといてくれって。いや、だから僕ね、あれなんですよ、ローソンがね、これ全自動唐揚げくん生成器っていうのを作ったんですよ。 ありますね、はいはいはい、うん、俺なんか一発、うちの会社これいいから確かにね、置いといてくれるよね、会社の中に、ね、回転するよ、いくらでもね、バンバン買うぜみたいな。確かに。だって今日だって普通にこれを食えるって聞いてたのに、俺普通に買ってる口ね。なんか PLL 始まる前になんか匂うなと思って、うん、普通にお腹減って食ってましたから。ポケットから唐揚げくん出てくるんですよ。俺これの差し入れ来ると知ってたら、さっき唐揚げ弁当食うんじゃない皆さん方ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ソケンさんでした。いやー素晴らしい、これはすごい。じゃあこちらちょっと心はすごい、すっかマジうまはい、はい、ということでおさらいですが、1月22日よりの発売となりますので、うん、ぜひともご期待ください、はい、および22日が来たら、うん、ローソンに出すということでよろしくお願いします、はい、それでは続いてのお知らせです、うん、パワーポイントお願いします。続いてはこちら。お、なんだこれは、なんだこれは、まさになんだこれは、おじさんたちが作っているゲームには似つかわしくない、なんか綺麗、うん、ですがこちらこういうことです。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー14とデゼーロのコラボによりファイナルファンタジー14のウェディングプランなるものが誕生いたしました、はい、ということで、うん、こちら、画面をよく見ていただくと皆さんお気づきだろうか、うん、この花嫁衣装を着ているお綺麗な方、こちらタレントのモガミモガさんでして、うん、皆さんご存知ドラマやら映画やらね、いろんなファッション誌やらいろいろ活動されているモガミさんなんですが、今回このウェディングプラン誕生に伴いまして、来年2019年2月14日の木曜日に、この発表会兼模擬挙式を行わせていただきます、はい、こちらモガミさんもご参加いただけるということで、ぜひとも皆さん、うん、期待いただければと思います。まあ、なんか大々的にこう、まあ、どんなじゃあそのウェディングプランなのかというのを、はい、メディアの皆さんをご招待して、実際に模擬挙式をやって、うん、プレスリリースをするというのを2月14日にやるんだそうです。そうです。で、まあ相当まだちょっとね、具体的にこう、うん、こんなのがあるよとかあんなのがあるよとかっていうのはちょっとまだ最終監修中なんで、はい、今日はお見せできないんですけど、相当凝っております。はいで、詳細はもうすぐね、年明けたらね、準備ができ次第お伝えしようと思います。で、まあ本当に実は僕たくさん毎月数組っていうペースで14で知り合った方と実は結婚することになりましたっていうご報告を、まあ、毎月もらっていてですね、そうなんですね、はい、祝電を必ずそのまあ
連絡がつけばというかご招待いただいたらずっと返すようにしてるんですけど、うん、まあもし今後もまたそういったケースがある場合にはこのプランとかもねご検討していただけると、ね、よりなんだろうこう没入感持ってやれるかなと思うので、はい、まあ14が光の戦士のね皆さんのおかげでものすごく広がりを見せてるから、まあ、こういうお話も、うん、あのいただけたりしてるので、まあ、本当にいろんな方向へまた14広がっていけるかなと思っております、はいはい、ということでこちらは続報をお待ちください、はい。続いてのお知らせです。これも新しいお知らせ。不穏な BGM って言われてる。あ、机を見ながらってた。なるほど。はい、ピアノコレクション、ファイナルファンタジー14発売決定でございます、うん。こちら14としてはシリーズ初のピアノコレクションが発売決定となりました。うん、過去にリリースされたアレンジアルバム From Astral to Umbral と、うん、デュアリティに収録されたピアノアレンジ楽曲にさらに本作のために新規収録した楽曲を加えた CD2 枚組の商品でございまして、はい、こちらが3月来年2019年3月6日に発売されます、うんうん、アレンジと演奏は、皆さんすっからおなじみですね、はい、恵子さんが担当してくださっております、はい、恵子さんの素晴らしいピアノをぜひともお求めいただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、続いてです。続いてのお知らせ、これも新しいです。ファイナルファンタジー14光の回顧録クロニクルズオブライトの発売が決定いたしました、こちら何かと言いますと、これまで公式サイトで公開された、第7零細回顧録蒼天秘話グレン秘話とありましたが、開発それに加えて開発チームによる書き下ろしの4編を加えた全25編を収録したファイナルファンタジー14の初の公式短編小説集となっております、はい、で書き下ろしはゼノス、タタル、ヒエン、ゴーセツにまつわる4編ズリーみたいな気になりますね、これね、はい、ということで、そしてこのご覧いただいている表紙のイラストと挿絵1話につきってありますが、板花さんによる書き下ろしのイラストとなっております。こちらが、来年2019年3月9日、うん、北米推しは3月23日の発売となっております、まあ、ゼノスは、まあ、しらっと言いますけど皆さんが、うん、こう見たことのないゼノス、うん、年齢のゼノスの話なので、これがまたね、はい、面白かったです、ね、はい、まあ、楽しみ、楽しみ、ぜひともご検討ください。そして続いてのお知らせこちらです。はい、休憩中にもご覧いただきましたが、ザ・プライマルズのゼップツアー2018トライアルバイシャドウのブルーレイディスクのご紹介です、うん、今年6月3日大阪で公演された演奏を収録したものと、リハーサルからこうツアーについて回った、メイキングの映像も収録されています。はい、メイキングの映像が確か90分とかあるんですよね。これがですね、あの私先日チェックだって言って拝見したんですけど、うん、面白かったです。なんかそうらしいね。すごい面白いらしいね。あの長いんですけど、長いんですけど、差し込まれてきたぞ。ニコニコして見られる。差し込まれてきたぞ。ほほ、これ。あ、こちら、あ、カメラにして一瞬していただいて。うん。実物風のものが、あ、入ってるぜ。入ってる。本当だ。スリーブケースになって、あ、なんか見えるかな、この赤にかっこいいな、見えますね、かっこいいですね、プライマルズのロゴ、うん、はっはー、ね、反射すると見えるかな、うん、素敵。こちらが、来年2月6日です、2019年2月6日の発売ですので、はい、こちら初回特典としてオーケストリオンフが2つついておりますので、はい、はい、ぜひともご購入いただければと思いますので、はいはいはい、よろしくお願いします。続きまして、ちょっと毛色が、はい、あの違うのですが、はい、まあ、FF じゃないんですが、我らがというか、僕が管轄しておりますというか指揮を取っております第5ビジネスディビジョンからですね、うん、こちらご覧いただこう。どっかで見てましたね。ドラゴンクエストビルダーズ2というゲームがですね、はい、昨日、発売になりました。まあ、またいろいろ渾身の遊びをやっておりますので、ぜひですねこの年末年始遊んでいただけたらなと。ちょうどねパッチも1月8日ですから。そうですね。で、まあ、ちょっと、
次のページへ。はい、もう一枚スクリーンショット。ですね、まあ非常にこうなんていうんだろうね。まあ、第5ビジネスディビジョンのですね、はい、このビルダーズ2のプロジェクトマネージャーに宣伝してあげるから、うん、FF 要素を作ってごらんよと言ったらですね、なんだろうこの小学校3年生ぐらいが作ったなんだろうねこのさ、じわっちゃってさ、サボテンダーがさ、なんでこんなにずれるっていう口曲がってんだよね。すごい。曲がってた。でね、ウペペなんで置くかっていうとね、はい、生死に耐えなくて奥へ置いたって。なるほど。辛かった。これですよ。はい、丸一日以上かけてこれです。頑張った。で、もちろん上手い方だと凄まじくも作れるし、うん、まあ、こうやって味のある楽しみ方も、いい表現、味のある楽しみ方をしていけるので。はい、まあ、これをストーリーとともに遊んでいけるっていう、どうしてもねこのサンドボックス型のゲームってそのどう遊んでいいか分かんないって、でドラゴンクエストあのビルダーズシリーズはそこを払拭するためにストーリーとともにそれが楽しめるっていうコンセプトで作っているので、まあぜひぜひその商品概要をじゃあちょっとご紹介させていただいてもよろしいですか。こちら昨日まさに発売となりましたほやほやでございます。はい、でこちらが、プレイステーション4と任天堂スイッチの、2プラットフォームで現在発売されており、パッケージ版ダウンロード版の両方がございます、はい、で体験版もなんとかでございますので、まずはそうですね、体験版でももちろん構いませんので、はい、プレイをしてみていただきたいなと。前作でもっと高さを積みたいよとか、いただいたものはほぼ全て叶えてますし、今回オンラインマルチプレイも4人で同時にできます、はい、ぜひいろんなものを、作ってみていただきたいなと。非常に操作もストレスなくできるように、そうです、第5ビジネスディビジョンに所属してるね、ゲームデザイナーの二之風渾身の、デザインでもありますので、楽しんでいただきたいなと思います、はい、ご覧の皆さんであればきっとなんかもっとすごいものが作れるはずだ。そうですね、1の時もすごく14シリーズを作ってくださってる方がいたので、はいはい、でちなみにさっきのプロジェクトマネージャーは最初にクガネ城を作ろうとして、はい、30分足らずで挫折をして、モーグリだったらいけると思いますって言ってあのざまでした。あのざまとか言わない。いやだって面白くて頑張った、面白くて、彼は頑張ったよ、もう面白いですよ。ちょっと見てくださいって言われたら見に行くとすごい面白いです。いやー味があって素晴らしかった、はいはい、じゃあ皆さんの素敵な組み立て物も楽しみにしておりますので、はい、ぜひともよろしく。名誉のために解きますけど M ちゃんではないです。ビルダーズ2 の、 プロジェクトマネージャーです。うち僕の部署プロジェクトマネージャーすごいたくさんいる。そうですね、はい、はい、では続いて次のお知らせに参りましょう。続いてはこちらです。はい、はい、こちらも先日発表されておりましたが、チョコボの不思議なダンジョンエブリバディに FF14 からアルファ君が登場しますというお知らせです、はい、でこちらは、ゲームの紹介ですが、2007年に発売されましたチョコボの不思議なダンジョン時忘れの迷宮をベースに内容を一新した最新作となっておりまして、はい、その中の新ジョブとしてアルファが登場します、はい、ここねちょっと分かりにくいと思うんですよね、はい、新ジョブアルファってみたいな。そうです、ちょっと説明お願いして、まあ、ベース時忘れの迷宮で、はい、チョコボがゲームの中でいろんなジョブになってアクションを使っていくんですね、はい、で、まあ、例えば赤魔導士状態とか白魔導士状態というかある中にアルファっていうモードが、まあ、ジョブが存在しているので、はい、それになると、うん、まあ、ちょっとこちら画面生画面になります。生画面いけますか。アルファ君、まあこのアルファに、はい、なれます。なってこの状態で冒険を続けていけると、はい、まあ、特殊なカードがね、不思議なカードが使えるようになっていくと、うん、でまあこれをこれをというかこの最近チョコボをずっと会社を代表してデザインしてくれてるのがさっきの板原さんですね、 はい、でまあこれは何かというとですね、新グッズである、非常に精巧に、これぬいぐるみじゃないですね、すごい成功ですよね。これまだ試作なのかな。でこれはオメガがくっ無理やり言ったんですよ。今回はオメガがくっついてこないと意味がないって言って、はい、なるほどなるほど。でこれなんかね、いろんなところにこう引っ掛けられるんだそうです。泣けるセットな感じ、尖っていって、
いい組み合わせ。そうそうそう、なんかこういろんなところに乗せていけるそうなので、はい、これが、まあ、なんかもう間もなくこれが最終試作に近いぐらいらしいので、うん、もうちょっとしたら僕の車の中にはぬいぐるみいますけど、こいつは本当によくできてますね。細かいですよね、はい、すごいという、まあ、これもちょっとアルファガンでした。ではちょっとパワポに戻ってもらってはい、でこちらが、はい、製品自体は3月20日の発売になっておりまして、こちらも任天堂スイッチとプレイステーション4の2プラットフォームで発売いたしますということになっておりますので、うん、ぜひとも手に取っていただいて、はい、アルファ君でプレイしていただきたいと。そうですね、まあ、これもまた本当ね、実はねそんなに仕込んでたわけじゃなくて、はい、急遽ね、すごいことです。あと付随しまして、はい、こちらですね、あさって、またこれもあさって日曜日12月23日に、はい、ジャンプフェスタなるイベントがございまして、そちらのちょうどよくできてますね、うん、13時15分から14時のスペシャルステージで、チョコボの不思議のダンジョンのステージがございます。なるほど、はい、こちらもすでに発表されておりますが、はい、こちらをご覧いただくとさらに詳しい情報とか、うんうん、いろんな情報が見れるんじゃないかと思いますので、そちらもぜひともご覧いただいてからマージャン放送をご覧いただき、そのままそのままいけるか、はい、はあ、よくできてる、狙ったわけではないよ、はい、きっと偶然でしょうけど、はあ、よくできてた、はあ、そうね、ということで、はい、そちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてもう一点最後にお知らせございます、はい、こちらです。はい、日本ファンフェスティバルグッズ事前購入のお知らせです、うん、こちらファンフェス、日本ファンフェスは3月末に、行われますが、それに先駆けまして2019年1月18日、来年年明けの1月18日からグッズの事前購入を実施いたします、うん、でこちら今回どうなっているかといいますと、2月28日までにグッズを事前購入いただくと、ファンフェス開催前に皆さんのご自宅に商品をお届けします、はい、会場受け取りではございません、うん、で、まあ、ファンフェス記念して新グッズいろいろ出ますので、うん、今回はファンフェスチケット持ってない方でもご購入いただけます、はい、なので1月18日になりましたら、まあ、またご紹介しますけれども、e ストアに行っていただければ専用コーナーができますので、うん、ぜひともこちらで事前購入していただいて、はい、でファンフェス行くぜっていう方は、うん、まあ、例えば T シャツとかね、うん、このグッズは持っていこうというものを装備して来ていただければいいんじゃないかなと、うん、まあものすごいやっぱり物販混んで、はい、ファンフェスに来たのかグッズ買いに来たのか分かんないっていう感想は多分やっぱりイベントとしては一番ダメかなと思っていて、とにかく、この2年この購入システムっていうのを作れないかっていうのをずっと全社で協議をしてきて、ね、北米でもやれましたし、今回、日本でもですねこれをやることで、はい、まあ、今室内が、言ったように先に買って T シャツを着て、うん、着てくれた方が、まあ、お荷物にもならないし、そうそうそう、当然気分もあれをやっぱり買っときゃよかったっていうもののためにね、会場でも若干数買えるようには、あ、そうそう、会場にもちろん物販コーナーはあるんですけど、ありますけれども、欲しいものは大きなものとかはね、事前に買っておいてもらった方がよりファンフェスが楽しめると思うので、そういう仕組みを取らせてもらってます。あとはね、チケット持ってないからそもそも買えないにならないように、うん、ファンフェスを記念していろんなグッズが出るの で、チケットない持ってないっていう方でも購入できますので、はい、ご検討いただければと思います。ではこうなると新グッズどんなあんのっていうのが、まあ、皆さん気になるところだと思うんですけど、うん、これ同じ日1月18日予定で、うん、コミュニティ放送を日本でやりまして、それを事前販売グッズ紹介特別会みたいなことにして、うんうん、どんなグッズがあるかはそこで全てご紹介する手はずになっておりますので、うん、 そうね、そちらをご覧いただいてイーストにみんなで乗り込もうこれ間に合うんだとは思うんだけど、はい、俺1個完全監修してる、出た、アクセが、アクセが、久々ですね、あります、はい、まあ、ちょっとごつめですけど、はい、あるので、まあ、もしよろしければ、はい、ちょっとまああんまり俺その監修は必死にやってますけど、はい、いつ出るとかあんまり興味がないのであれですけど、まあ そんなのも進行してたりはします。ちなみに蛇口ではございます蛇口ではございます、はい、そうです、はい、蛇口は町の道具屋さんに行くと結構売ってますよね、結構、はい、いつでもお買い求めいただけます、はい、はい、といったところで、はい、お知らせコーナー以上でございました。
いやすいません長々ね。じゃあ20分ちょっとぐらいでしたかな。ね、はい。いやー盛りだくさんですね。これでもまだ、ね、だってヒドゥンゴージとエウレカをヒドゥンヒュダトス編何も説明してなくてほぼこれですからね。まあ遊ぶもの 4.5 は本当に多いのでぜひぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい。はい。それではこれで締めに持っていきたいんですが、最後に吉田さんからコメントいただければと思います。まあ年内最後の放送って言おうと思ってたら、はい、まあ明後日放送が出たんですけど、まあいわゆるファイナルファンタジー14のあのまあ、まあ、そう向こうも公式っちゃ公式か。確かに。まあ難しい。プロデューサーレターライブ、はい、まあ正式なね PLL としては、はい、あの今年最後の放送ということですね。2018年も本当に我々、まあ、こうやっていろんなコンテンツを思い切ってその作っていけたり、まあ、さっきの祖剣がこう唐揚げ君に対しての愛情を5年こうぶつけ続けていたら夢が叶ったりとかあとこうウェディングプランがね本当の挙式の中で生まれていったりっていう、うん、こう本当に5年前もしくはこう8年前僕が Q14 を担当することになった時には何一つ想像してなかったことが また2018年叶っていった年で、それは本当に光の戦士のねあの世界中の特にねプレイヤーの皆さんのおかげなので本当にありがとうございます。で今年も本当にお世話になりました。でまあ今日お知らせしたようにですね、この先まあ青魔同士みたいなこう、うん、なんだ今までに全くない遊びとかあとマシキマージョンもそうですけど、これから 4.5 ももちろんそうで 5.0 もこれまで発表したものだけじゃないので、うん、いろんなものを含めてもう MMORPG ってものというよりファイナルファンタジー14っていう、まあ、ゲームとしてどこまでそのでかくなっていけるかっていうところにまたあの改めて挑戦していこうかなと6年目にしてあの考えてますんで、あのいろんなご意見もちろんあると思うので、まあ、14は皆さんと一緒に作っていくゲームなので、叱咤激励も含めてですね、あの僕らも一生懸命こんなのどうでしょうあんなのどうでしょうってやりながら、作っていければと思いますので、2019年も、1月8日のパチ 4.5 パート1を皮切りにですね、14可愛がっていただけると嬉しく思います。本当にお世話になりました、はい、今年1年ありがとうございます、はい、それでは以上をもちまして、うん、第48回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了させていただきます。ごめん最後に1個だけ開けてどうぞ、皆さんクリスマスの予定は、うん、どうなんだろうね、どうなんだろう、ね、当然14だよね、忙しいのか、ね、当然14でしょ、当然14でしょよはってあお、キレられていきなりキレられたあのちょっと予定聞いただけじゃないですか、ちょっとねちょっと過剰じゃない、びっくりした、聞くなって、やべすげえ急に雰囲気悪かった、まあ僕もなんだろう言い出しづらくなったけど14遊ぼうと思ってるんで、そろそろあの年末の吉田急にいきなりワールドにやってきて遊び始めたを、うん、今年もやっていこうと思ってるので、あの突然ワールドに湧いたりあのパーティーに入ってきたら、うんうんうん、ヨシーピー散歩って言われば僕しか使えないの で、ね、あのそれ見たら基本僕だと思っていただければ、はい、あのいろいろ遊びに行きますんで、ぜひぜひあのクリスマスは俺とボッティしようぜっていう感じで、はい、よろしくお願いします。それだけお伝えしておければよかったかなと、はい、それでは今度こそ以上としまして、はい、第48回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを終了させていただきたいと思います、はい、また次回お会いしましょう、はい、さよならさよなら、良いお年を、マージャンあるけどね。